はい、サニーチャルのびしゃです。ビヤンコです。はい、テッドです。お願いします。お願いします。2020年2月25日雑談第293回目の放送が始まりました。ありがとうございます。この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時からニコニコ生放送のサニーショーチャンネルにて会員ゲートの公開収録という形を取らせていただいております。はい、しょい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、2月最終週です。もう最終週、最終週でございますよ。早いですね。早いね。中間だわ。あっちゅう間ですね。あっちゅう間の2ヶ月でございました。うん、僕はでもこの2月で花粉にありがとう。だいぶ本当やられて、悩まされてる。うん、まあ先週も話したけどね。ピークは3月まだ来てない。本番はまだ。もうでもここからって感じなの。なのかな。まあもうって感じじゃない。もうよくわからんな。うん、作るのかとか。もう一週間でもだいぶやられ。だって鼻水も結構。今も鼻声だもんね。そうっすね、うん。この前よりひどいかもね。先週より悪化してる。うん。確実に悪化してるかも。うん、鼻水出るもんすげえ。あと目かゆいし。この前な放送。マインクラフトの放送だったかな。ああ、で割と鼻出てたもんね。そうなのよ、くしゃみも出るしさ。ああ、そうね。風みたいなもんですよ、もうこれ。まあぼーっとするしね。ねえ、ほんとにつらい。つらいな。薬も飲み忘れちゃうしさ、それが一番ダメなんだよ。飲み忘れるのはダメだね。うん、それのせいだな、多分。だって鉄道さんも言ったらもう真っ只中なわけでしょ。そうだよ。飲んでる飲んでる薬飲んで、うん、今でもね、いつも夜飲もうって思ってんの、うん、でも夜飲み忘れて朝飲むからもう昼とかすげえ眠くなる。いやほらそれ、ま、毎日わかる。毎日夜飲もうっつって毎日忘れて毎日昼飲む、うん、昼眠くなる。毎日寝る前に飲もうっつって決めてるのに布団入った時に思い出すんだよね。いや、そこで思い出してんなら行けよ。行かないのよ。俺はもう朝気づくから。俺ダメなの。え、だってさ、うん、辛さを分かってるわけじゃん。分かるよ。あ、今飲まないと次の日あんな感じになるのやだなってなってんのに。分かる。うん。いや、でも薬飲んだら辛くないから忘れちゃうよ、うん、そしたら。そうだね。でもそれがいいなってなるじゃん。で朝起きて思い出すの。あ。朝起きて思い出すのはそれはしょうがないと思う。あってなるな、うん、しょうがないと思うけど、うん、ドンソンのその寝る前に思い出して、うん、まあいいか寝ちゃおうってなる気持ちがちょっとわからない。わからない。ちょっとそれは俺にもわからないけど、リビングにあるのよ。遠いのね。薬がちょっとリビングにあるの。遠いリビングにあるのよ。でも寝る前だもんね。だってね、そう、寝る前もていうかもう 寝ようとしてる。寝に布団に入った。まあ、いやまあそうだね。もうそう。じゃあ無理だわ。じゃあ無理だわ。そこまで行ってたらもう無理だわ。でそっち側行くの。来てくれた。思いのほか来てくれた。そっち行かねえだろ今。いや無理だよ、そこまで行っちゃってんだから。無理なんですよね。いやまあね、でも本当にうん飲み続けるよ多分。そうだね。大丈夫なんかな、こんなに飲み続けてっていうぐらい飲み続けてる。いや、まず俺はちゃんと飲まないとだわ。まあ、そうだな。そういうもんですからね。でも嫌だよね、そんな薬に頼る生活ね。そう。なんか抵抗ができちゃったらどうしようと思っちゃう。できるんすかね。どうなんだろう。いや、大丈夫だよ。大丈夫だと思うけどね。意外と大丈夫だよ。そういう感じじゃなさそう。いつも聞くから大丈夫だと思うけど。まあ、確かにそうか。ペイさんも聞いてるもんな。うん。頭痛のやつとか。いやでもさ、うん、ここ2、3日の話なんだけど、うん、夜頭痛いってと思って、うん、飲むのよ。そうするともう大丈夫なのその日は。はいはい。でもさ、なんか3時間4時間後ぐらいに、うん、あれなんか頭痛いなって。あれ、え、聞いてないじゃん。聞いてないな。一時は聞いてんの。うん、なんかね、そこを声し頭痛
なってるわけ。薬が弱まってんだ多分。声し頭痛。うん。薬を声し頭痛がここ2、3日来てる。いやー、薬のねハードルが下がってんだと思う。下がってるねきっとね、これね。そうかな。いやでもここほんと数年、数年というか下手すりゃ数十年は嘘だけど10年ぐらいは聞き続けてくれてますから。超えたんじゃない。だから超えたんじゃない。うん、期限10年、まあ、期限が切れたんじゃない薬の。いどんだけ昔のやつ。そんなに何百錠もねないけど、うん、ちょっと最近そこであれさっき、あれ俺さっき飲んだかな飲んでないかなっていうのを疑うぐらい。ジジイやってるじゃん。だってそしたらそうだな。ああ玉の方もそれでちょっと弱ってんのかね。いやだからちょっと、うん、ちょっと2、3日あれなんだろうこれいつものやつじゃないのかなって思ってる感じはある。そういうのってさ、その偏頭痛用のお薬とかってもらえないんかな病院で定期的に。偏頭痛用のお薬ってもうそれは頭痛薬でしょ。まあ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 市販じゃないやつ。市販じゃないやつあるんじゃない。ね、それもらった方が確実なのでは。いやでも今んとこも全部イブさんは確実だからね。確実じゃなくなってきてるでしょ。なくなってきてんだろ。いやそれはだからちょっと俺のそのメンタルが弱まってるっていう場合もあるから薬のせいではないと思う。病気がよくわからないわ。ないね、うん、何にせよ薬が効かないのは同じじゃん。そうだね。結果だからもうちょい様子を見ないといけないかなとは思ってる。あひょっとしたらね、その一時だけだったかもしんないからね。そうそう、なのにイブのこと悪いことね、悪く言っちゃすげえ申し訳ない。イブを悪く言ってるわけじゃないでしょ。でも最近聞かねえからさ、もしかしたらイブどうなっちゃってるのかってなるでしょ。だからほとんど一緒だよ。二人とほとんど今一緒の状態。何言ってんだかちょっとわかんないな。そうだね。いや、どうしたいのかわかんない。いなし方がちょっとよくわからないな。初めて見るいなし方だわ。そうだね。俺、癖聞いてねえじゃねえかな、このいなし方。俺の国には来てない、そのいなし方は。あ、そう？うん。でもそろそろ来ると思うよ。来るから。ああのいなし方これだったんだってなるときあるから、うん、楽しみにしといた方がいい。そうですか。うん、ああそういえばあの先週僕耳がおかしいと、ああ言ってたね。話したじゃないですか。片方聞こえないだのなんだのみたいな、うん、であれどうだったの。あの救急病院行ってっつって、うん、中耳炎かもみたいな話で、うんうん、でその後か雑談の次の日だかその次の日だか忘れたけど、まあ行きまして耳鼻科に、うんうん、そこでねちゃんと見てもらいました。どうでした。結果的にはね中耳炎です。中耳炎なんだ、うん、中耳炎でした。ああでね、先生がね、ほんといい先生でね、なんかね、めちゃめちゃね、あの、喋り方とか、声が、志村けんなのよ。もうまんま。それはいい先生なの？いや、あのね、それがね、なんか。志村けんのお医者さんってもう完全なるヤブなんだけど、俺の中では。いや、もうヤブ。そう、わかるけど。あ、でも、あれだよ、耳が聞こえないですって言ったら、お医者さんが、あんだってって言って、あの、ね、お耳が聞こえないのかってなる感じがするけど。コントの時の志村けんじゃなくて、もうあの、トークの時？トークの時の志村けん。あー、トークの時ね。そう、もう普通の時の志村けん。が来てくれたな。志村動物園の時の。あ、もうそうだね。あなら大丈夫。まあならちゃんとしてるから。瞳ばあちゃん。おお。瞳ばあちゃんね。そうなんかその声聞いたらさ、もうなんか安心感しか出てこなくてさ。ああ。志村けんだと思って。ああ。育つ志村やっぱ志村けんを見て育って。志村けんだで安心感があるのか。志村けんを見て育ってきたから。ちっちゃい。そうだね。安心感出ちゃってさ。なんかちょっとにやけつつ聞いてたんだけど、うん、でまあ耳見てくれて、うん、最初なんかね普通に覗く方なんか変な銀色の耳の中をそうそう耳の中をやつで見てくれて、あこれはおそらく中耳炎だねっていう話をされて、うん、でまあもうちょっと詳しく見てみようって話で、うん、なんか線状になってるカメラ細い線になってるカメラ、あるね、飲み込んだりする時にもあったりするやつね。それを耳の中に入れてくれて、
でまあ画面映してくれて、さらにそこからなんかスクショみたいに撮れるのかな。へえ。そうでパッとなんかそれやってくれて、うん、で画像を見せてくれて、ほらここ赤くなってるでしょみたいな感じで、これが赤くなってると中耳炎なんだよねみたいな、うん、で鼓膜を初めて見たかもしれない。あ、自分もね、自分の鼓膜を、こんな感じなんだ。でも人のも見たことない。まあまあまあ、ない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 。いや、まあまあ確かにそのなんか生でっていうかさ、うん、こういうんですっていうのはあんまり見たことないかもね。まあ膜だよね。そう、膜感あるの。膜感あるある。膜は膜なんだよね、あれね。膜は膜、薄くなってる、うん、むちゃりいのが耳の中にあるんだよ。でもなんか想像とはちょっと違ったというか、俺が思ってた鼓膜ってもう本当になんか、あ、本当になんか薄そうな膜というか、白いさ薄そうな、あ、そう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 、本当、あ、これ簡単に突き破れそうだなっていうような。いや本当だよね。うん、もうピンピンに張ってるさ、なんか、そう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 、ピンピンに張ったんだな、伸ばした感じなのか、ギューって、うん、本当にそう、ようそのままずっといてくれてるね。本当にね、そうなんだよ、頑張ってんだよ鼓膜。ちょっと不思議に思ったぐらいの鼓膜でした。で、まあその鼓膜でした。鼓膜でした。はい。で、まあその耳の中を見て、うん、あの耳掃除好きって言われて、うん、まあやっぱりどうですね。やっぱそういうのが理由なのかな。あ、すごい好きですって言ったら、うん、耳掃除やりすぎって言われて、ああ、志村けんさんに。うん。で、あ、やっぱそうなんだと。で、やっぱそんなにやんない方がいいよっていう。うん、で、結構奥の方まで行っちゃうとこういう風に。高くなっちゃったりするっつって、ね、簡単に結構炎症起こっちゃうから。うん、で左もちょっと怪しいっていう。あ、なりつつある。なりつなる、まだなってはないけど、このままやってるとなっちゃうかもねみたいな、あ、うん、話だから、まあやめた方がいいかもっていう話で、で、結局飲み薬と。ああ、飲みでいいんだ。それはね、救急病院行ったよって話をしたの俺が。うん、でこういう飲み薬1日分もらいましたって話したら、うん、あー、じゃあの飲んどこうかみたいな。あ、うん、なんかね、結構あの時間を気にしてたな、救急病院の。何時に行ったみたいな。救急すぎると、あのね、12時以降になると多分ね、ちゃんとしたその専門の先生がいないんだと思う。ああ、まあまあまあ、そういうこともあるだろうね。7、8時に行きましたっつったら、あ、じゃあ多分大丈夫だね、ちゃんと耳鼻科の先生だわっていう話を、うんうんうん、そうしてて、でそれを聞いてからかな、あ、じゃあ飲み薬もうちょっと飲んでもいいかもねとか言って言ってくれて、で飲み薬とあと点耳薬、あ、耳に刺すやつ、あ、お、それの薬かな、くれて、なんか横向いて、うん、で耳にこう2滴ぐらい垂らすんだよね。ペラペラって垂らして、で耳を、耳たぶをなんか後ろに引っ張りながら揺するとなんか落ちてくみたいな、うん、あー、はいはい、感じ。それをもらって、でまたちょっと来てくださいって言われて、4日か5日後かな、うん、で今日か、今日の昼間もう一回行って、うん、で見てもらったらもうほとんど治ってるねみたいな感じでした。なので、まあまあまあ大事に至ることはなく、もう聞こえ方も特に問題ないんだ。そうだね、結構この4日5日で違和感がなくなったかな。なるほどね、うん、よかったね。これは行ってよかったと思って。大丈夫だったんだね。うん、なんとか大丈夫でしたね。大丈夫だったんだ。そこのてか病院なんかハイテクでさ、うん、あ、いや、ごめん、A さんだけ気づいてくれたよ。何何、大丈夫なんだって言うから、うん、多分志村けんとかけてんだろうなって。そういうことね。今日言わせてだなって思いながら、ごめん、帰れなかった。ドンさんが言ってくんねえかな、言ってくんねえかなと思ってさ。やだよ、大丈夫だったんだ。ごめんごめん、普通に大丈夫だったって言うからさ、うん、そうなんだけど、ドンさん答えてくんねえなと思って、まだ耳聞こえてねえかなと思ってさ。ごめんごめん、今のは全然気づいてなかったわ。あ、そうなんだ。我慢するべきだった。まだ話そうと思ってた。あ、そうか。いや、すげえ。いやいや、いい、気にしないで。なんだよ、続けてくれ続けてくれ。ごめん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 、俺もごめん俺もごめんだよ。
で何よ。もう何話すか忘れちゃったよ。まあ大丈夫です。それでもう大丈夫でしたっていう話です。大丈夫だった。はい、大丈夫だったんだね。うん、よかったよかった。十字円か。俺あんまなったことないけど。俺もなったことないんじゃないかな。まあなかなか痛かったりはするの？まあちょっと痛い。ああ。痛かったかな奥の方が。ね、耳にさ入れる薬ってさ、うん、言うたらあんまり経験しないじゃん、まあ、あんま入れないよね、うん、気持ち悪くない耳の中に水が入るってあんまり気になんないんだそれ薬あいやまあ薬だからな薬じゃないって言われたらそれは気になるけど薬だからまあしょうがないっていう感じがどちらかというとね結構やっぱゴソゴソするの水入ってるとなんかゴソゴソするよねするするうんただその分かんなかったなあの耳に入れるじゃない薬を、うん、でまあ揺するんだけど耳を、うん、その入ってる感じがないのよあなんかちゃんとねその奥まで行ったのかなみたいなのが、うん、分かんないんだ入ってったなって感じがなくて結構雫で落ちるとかってわけではないのかそうでなんかそれなんで揺するかっていうとその空気の層ができちゃうんだってだからその層をの層、うんうん、耳に空気の層ができちゃうからなかなか最初は薬が入っていかないんだってでもその揺することによってそのなんか、中の耳までの道がまっすぐになって空気の層が消えて薬が入っていくみたいな仕組みらしいんだけど、うんうんうん、なるほどその層が消えた入りましたっていうのが、うん、感覚手応えがねで到達しましたっていうのは分からないそうないのよなくてその、まあ、そうかもな打った時だけちょっとあ今行ったかもっていう感じはなんとなくあるんだけどでそっからはその耳にずっと入ってますっていうのが残り続けてるのね感覚としてなるほど、ね、で揺すってもそれが消えなくてで結果的にその、まあ、横向いてやってるんだけどこうまっすぐ体をまっすぐに戻した時にちょろっと耳から垂れてきたりとかするわけ、うんはいはいはい、これは入ったのかみたいななんかね手前の方で洗ったんじゃねえかみたいなさそう結局その層で止められちゃってたんじゃないのみたいなあ感覚が結構あったのよ確かに分かんないかもそうだから全然それが分かんなくて不安になってたんだけどまあまあまあなんか見せたら治ってますよっていう話だったからあじゃあまあちゃんと言ってたんだねあじゃあ聞いてたんだと思ってへえ、うん、結構不思議な薬というかあんまりやったことないのさ耳をゆすって入れますみたいなうん、うんうん、なるほど、ね、そんな感じでしたまあ良かったじゃないですか、ね、まあ良かったですね本当なんか突発性のなんかとかじゃなくてねうん、うん、それは良かったなうんそんな感じですなるほど最近はもう本当そのあれだね花粉症だとかいや本当に耳が悪いとか年取った感じそうあのねそうなのよマジで、ね、なんかこれ別にそうじゃないですなんかでもなんか病気の話はしょっちゅうしてるけど確実に増えてはいるなっていう、うんうん、頭が痛いとかさ医師ができましたとかさそうなのそうね増えちゃいるもう一個ねあんのよ病院まだあんのもう一個あんのよ病院行った方がいいかなって思うことがあ今もうまさに今まさに何あのね左の手首が左の手首おそらく腱鞘炎だと思うんだけど、うん、痛いんすよ手首がその骨が痛いというかまあ腱鞘炎っぽいやつだねなんか最近そんな なんか酷使したのいや左でそんな酷使してなくてあでその腕立てとか最近やってるんですけど、うん、結構痛くなるのよ終わった後とかもでドラム手首でドラムやってる時は何にも感じないの痛いとかだから腱鞘炎じゃないのかなとか思ったりもするんだけど原因がちょっと分かんなくてでちょっと調べてみたのうんなんかその手首痛いみたいな痛いみたいな感じです痛いそしたらねそのなんか腱鞘炎とは別にあるんだよねそういう手首の骨がそう手首の骨が陥没っていうのかな潰れ手首の骨が陥没そう潰れちゃって、そう潰れちゃう病気というかがあってそれによってそのまあ痛みが最初始まってどん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 その手首が動かしづらくなるみたいなのがあるガングリオンではないの
いや多分ね、分かんない。ガングリオンって長州力がなってたですね。いやそうなの？ガングリオン。それは分かんないけど、うん、スポーツ選手が良くなるやつ。うん。ちょっと原因が分かんなくて、うん、まあ痛えなーっていう。でもなんかそのほっといてて、まあ未だに痛いから、うん、なんだろうっていう、その多分ほっといても治ることねえんだろうなと思ってて。いやー行った方がいいよそれ、ね、そうだから、いやなんだろうと思いつつ、最近そのいや行った方がいいなっていう。志村に聞いてこいよ。どうだよ志村はね、耳鼻科専門だからね。一応こっちも言いたいんですけど、どうですかっつって、大丈夫ですかって言え、なんか言ってくれるかな。なんか言ってくれるよ、そしたら多分。ここじゃないよって言ってくれるかもしれない。言ってくれるかな、なんだなんだ、またなんか次から次だな。そうね、なんか、一気に1個治ったら1個なんか、ね、どっか悪くなるじゃん。そうなのよ、やべえな。新たに病院行こうかなとは。すげえ毎週病院行ってんな。そうなんですよ。大丈夫かよ。なんだよと思って。なんか整体とかの方がいいとかっていうのはないのかね。そういう、いやそう、まあ、そう単純にどこ行ったらいいのかなとはちょっと思ってるね。なんか前知り合いが、なんかずっと親指が痛いっていうのが半年間続いて、で整体行ったらなんかここ骨おかしいねみたいなので、マッサージしてもらったら治ったっつって。まあ姿勢とかね、そういうのでもあるのかもしんないけど。まあでもいきなりだとあれだからね。まあね、レントゲン取ってどうなのか。そうね、でも腱鞘炎とかだと多分さ、もう付き合っていく感じになるのかな、あれって。腱鞘炎はひどくなると多分そうだと思う。なんかそうだよね、初期段階とかだったら多分なんかマッサージとかなんかしていいのかして良くないんだかよくわかんないけど、なんかで安静にしてればってのはあると思うけど、あまりにもひどいとひょっとしたら癖になっちゃうかもしれないね。そうよな、ゲームできなくなると。え、もう、あ、まあ確かになんか指動かしても響きそうだよね。なんか腱鞘炎になる、なんかゲームで腱鞘炎もなったりするんでしょ。するんじゃない。そうなん、結構コントローラーとかも変な角度でさ握ったりして、それで力ずっと入れてたりすると多分、なるほどね、なったりすると思うよ。え、これ今のこれがもしエイペックスやりすぎ問題とかだったら、やらなくなる、しなきゃ、やれなくなるな、これ。昨日の夜もやってただろ。やってました。知ってるぞ。この前何時か分かんねえけど、見たら4時頃までやってたろ。やってました。ゲームしすぎ問題。それしすぎ。てか理由あるじゃん。ぴったりの理由あるじゃん。そうだよ。なんか心当たりありますかって時に言えよ。ゲームちょっと最近やりすぎてるんです。エイペックスをしてますっつって。ゲームエイペックスハマる前からだよ、多分これ。多分ね。いや、そんなことないよ。だってハマって長いぞ、お前大体。確かにな。いや、そうなんかな。押すと痛いの。まあでもゼロではないと思うよ。そうね、なんか悪くしたのにさらに加えてエイペックスっていうのが負荷がかかってる可能性はあるね。そうそうそう、始まりは違うかもしんないけど、酷使してるっていう部分でエイペックスは何かしらあるかもしんない。マジか、可能性はある。なのかな。まあまあとりあえず見てもらってくれよ、専門の人に。そうだな、手首の専門の人に見てもらえないよ。手首専門、ま、誰かに似てるかな。誰、コージじゃない、コージ。コージ来る？ドリフターズの、ドリフターズのメンバーが来ると思う。一人ずつ。一人ずつ来るかな、ちょっとじゃあ楽しみに。病院に行ってこようと思楽しみに。それを楽しみに。それを楽しみに。楽しみにすんなよ。接骨院かね。ああ、まあ接骨院もありだと思うけど。骨関係は。行ってみます。行ってください。はい。二人は何かありました？まあ、個人的には特にないかな。なるほど。珍しいですね。まあ、ただ、その三人称的にちょっと、ね、言わなきゃいけないことが、まあ、あると言いますか、なんと言いますか。はい。まあ、ツイッターとか、あと、YouTube に上がってる動画とかでは、もうちょっと先にお伝えしてあるんですけども、はい。この3月1日に、はいはい。もう、あと何日だ？ 1 週間ないんだね。もう1週間ないですね。
石川県で三人称の三人称ボリューム18というトークイベントをやることになってたんですけれども、うんまあ、ちょっと昨今のね世間をまあ騒がせている新型コロナウイルス感染症のまあ拡大みたいな感じの状況があって、うん、ちょっとこのまんまトークイベントやるのはいいねなんか良くないのかもしれないねみたいな話し合いをした結果、まあ、ちょっと延期という形を取らせていただいてね、はいうん、なのでまあ3月1日から、2020年の7月5日日曜日に、はいはい延期させていただいて、うんまあ、場所は変わらず石川県小松芸術劇場裏の大ホール、一部二部の開演時間もまあ変わらないだけども、うんうん、まあすごくね楽しみにしていただいた方いっぱいいてちょっと本当に申し訳ない限りだなとですね、思っておりますがちょっとじゃあまずその、お知らせだけちょっと伝えとこうかな。はいお願いします。まあ延期させていただきますと、うん現行日時はもう決定で2020年7月5日で決定しております。はい、うん第1部が10時会場12時開演第2部が15時会場17時開演でイベント実態は約2時間と。うん、で、現在、チケットをお持ちいただいている方いらっしゃると思うんですが、はいで例えばじゃあ、7月の5日にはちょっと行けそうもないという方、まあねうん、ご予定がもう入っていらっしゃるとか、うんまあ、いろいろあると思うんですけど、その方がもしいらっしゃったら、返金 E プラスで返金手続きを行えるので、うん後ほどツイッターネットがツイッターでつぶやきますが、まあ、そちらからね、はい返金手続きをしていただければと思っております、うん、で、まあ、そのまま振り替公演、まあ、行けそうだよ空いてるよっていう参加される方はスマチケっていうね、うん、E プラスのアプリがあるんだけどチケットの携帯電話に届く、はいはいまあ、そのお持ちの客様は、まあ、アプリ上にはねもともとの公演日3月1日が記載されててるんだけども、うんうん、システムの中ではもう7月まで使えるようになってるらしいので、あ、もうすでになってるんだ。うん。ので、そのまんまそれを受付に見せていただければ大丈夫だよと。紙のチケットも同様にそれで大丈夫だよっていう感じです。うん、ので、そのままお持ちください。おい。うん。で、あとはチケットの再販に関してなんですけども、はい。まあ払い戻しされるお客様はどれくらいいらっしゃるのかちょっとわかんないけど、うん。払い戻しがの期間が、3月の31日まで2020年のまでとなっているので、まあ、それが終わってその4月1日以降に再販を考えてますので、はい、まあ、また時期が来たらツイッターとか雑談の動画とか等々でお知らせすると思いますが、まあ、それまでお待ちいただければっていう感じですかね。なるほど、うん、なるほど。というわけですので、まあ、本当にね、ご迷惑をおかけして、まあ、ご負担ね、いただいた方もいっぱいいらっしゃると思うので、ちょっと申し訳ないという形でございます。ね、本当にね。いいですね。というわけで、はい。まあ、本日ね、テーマが、毎回決めてるテーマが、本日はね、石川のおすすめのなんか教えてくれ、みたいな、テーマでやろうかってなってたんですけど、来てましたね。そうでいろんな方からね石川をこういうとこがおすすめだよって教えてもらってたんですが、はい、まあちょっとここで聞いてもみたいなね送っていただいた方には本当申し訳ないんだけど、うん、ちょっとだからそれはまたおいおいね、7月の5日近づいた時にまたちょっと設けさせて、保存しとくってことでしょ。そう、保存しておきます。そうね。フォルダーに。見てて悲しくなってしまったよ、ね。そうだね。ここがおすすめです。行きたさも増したけどさ。そうだね。あ、ここ行ってみてそうなんだ、みたいな。いいとこいっぱいあるんだね、と思ったけど。まあまあまあ、っていう感じで。ね、まあね、そうね。7月、楽しみにっていう感じかな。まあそうですね。まあ本当その時にさ、まあうん、落ち着いてくれてるのが一番いいんですけどね。7月にね。まだわかんないからさ。そうなのよ。
本当そのなんだろう、チラがちょっとこれどうしようかみたいに言い始めた時から、うん、実際にその決定するまでの間にも、うん、なんていうのかな、まあニュース等々でなんかその拡大してってってサドンズの、どん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 なんかこっちでも出ました、あっちでも出ましたみたいな、うん、こっちはの人は検査してませんでしたみたいな、なんかいろいろ出てきてさ、そうなんだよね、あれこれどうなっちゃうんだろうみたいな、ちょっと不安になり始めて、うん、実際その運営の人たちとさちょっとお話しさせてもらって、うん、で運営の人たちもすごいいろいろ方々手を尽くしてくれてさ、うん、まあ、いろんな対策をこう講じてくれたんだけど、うん、まあ、結果としてはちょっとね延期にした方がいいよねっていう話にはそうねなって、例えばトークイベント、まあ、密室された空間なわけじゃない、うん、でそこでさ別にちょっとなんか花粉症とかで咳が出ちゃう人とかが来たとして、まあマスクしてるけどその人は、でもゴホゴホってなっちゃったとするじゃない、そうした時のその周りにいる人たちお客さんがえってなるんじゃないかなっていうのが一回だったらやばいよね、ちょっとざわつくんじゃないみたいな、ただでさえねやっぱちょっと不安、このね状況だから不安な状態で多分来てると思うんだよね。そうだね。そこでね行って咳してる人とか、まあ体調悪い人を見た時にさらにその不安が増して、ねえ遠く見ると2時間あるからさ、そうなかなか無理でしょう。で自分はね、そういうウイルスじゃありませんっていう札を掲げてもらうわけにもいかないから、うん、いかないからね、ちょっとなーっていうね。で結構多分多くの人がマスクをしてくると思うんだよね、うん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 、でなんかその状況その見た時にさこんなにマスクしてまで頑張ってきてくれてさ、うん、でなんかねこんな状況でいいのみたいなそうね、果たしてやるべきなのこれはっていう楽しいのみたいなね、不思議な感じになるよね、うん、そうすると、ね、逆にさなんかみんなマスクしててさ、うん、でマスク今手に入らないじゃない、そう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 、だからマスク してこれなかった人がいる可能性もいっぱいあるわけじゃん、うん、そうした時のなんかそのあんたマスクしてないんだみたいなさ、そう、ね、感じとかになるのも嫌だし、嫌だよ ねそうね、だからまあちょっと情勢がねあんまりにも良くないだろうという感じ、うん、コロナウイルス、まあもちろんねインフルエンザとかも毎年流行ってるから、うん、そっちと比べるとどうなのみたいな話もあったりするんだけど、ね、なんか本当みんなの意識として、うん、そういう風にこうちょっと神経質になっているところにちょっとねなんかうちらがそういう風にやっちゃって、それでまたなんかね拡大しの原因になっちゃうみたいなのも本当に今良くないことだなとも思ったし、辛いですよね。そうだね、うん、チラがやりますって言っちゃうと ね多分本当に体調悪い、まあ、ただの風邪だとしてもね、うん、なんか無理してきちゃう人も下手するといるだろうなと思って、まあ、かもしれない、ね、金銭が発生してたりするわけですから、ね、うん、ということなので、はい、ちょっとね本当に申し訳ないです、いろいろね予約していただいてそう、ね、っていう方もまあ中にいらっしゃるだろうし、ちょっとね、うん、我々ではその対応ができなかった部分もいっぱいあったりして、そうですね、ご迷惑をおかけしたなっていう気持ちでいます。そうですね、上の方にもね、上の方というかそのうちらを手伝ってくれている、うん、物販のねメディアリンクの方も ね、うん、そうね、かなり迷惑を、まあ、そうだ ね何せほら、ね、イベント1週間ちょっと前だから、うん、T シャツもう多分すってるのよ、もうグッズが出来上がってそうなのいつもねそのトークイベント限定のシャツを、ね、作って、うん、いるんだけどもうすっちゃってたりとか、うん、いろんな用意をもう済ませた上でのやつだから、ね、アルコール消毒液とかもなんか大量に、うん、仕入れてくれてたんでしょ、まあ、そうですそうです、うん、なんかほぼ手尽くして集めますよみたいな、そうなんだよね、感じで、そうなの、うん、ね、まあうちらはうちらでさ、うん、そのならこのトークイベントの次にまあ、とある場所で、う
トークイベントやろうねって決めてたの、うんうん、もう決まってたの、ね、そうもう決まってるところがあってこれ3月1日に発表しようかなって、うんうん、いうふうにしてたんだけどしてたんだよね無理だよねっていう、うん、ありえないよねっつって2箇所中止になってます2箇所中止になってるんですよ、ね、まあこっちは延期ですけどね、うん、1箇所は延期だからね、うん、いいんだけど1箇所はだから行けない街ができたんだみたいなもう1箇所みんなで発表する前にそうだから発表する前でよかったと思ったよ、逆に。その前でよかったよ、うん、多分そのイベントがもし開催される時も、うん、まだひょっとしたら収まってない可能性が多分そっちのピークなんじゃないみたいな、むしろそっちの方がねひどいっていう話で、まあどこだったかは言いません、言いませんね、うん、その人たちにも悪いし、そうだね、うん、まあ、またいずれね、うん、機会を作っていこうと思うので、綺麗にキャンセル、綺麗にキャンセル綺麗にキャンセルして綺麗に違約金しょうがない、しょうがない、しょうがない、大人の契約だからね、しょうがないです、ね、まあまあそんな感じでね、本当ね方々にご迷惑をおかけして申し訳ない限りですが、7月にはぜひね収まっていてほしいと、いや本当にそう願いつつ、本当にもう願ってますわ、希望ですよ、希望、希望です、願ってる、本当に、いやそれがなかったらどう、そこもダメだったらどうするみたいな話にも一回なってる、なってるなってる、なった、延期して次また延期とかってさすがにまずくないみたいな、うん、でももうそればっかりはどうしようもできないどうしようもないね、うちらで対応できるもんでもないからね、うん、まあ7月そればっかりはちょっと本当情勢を見てっていう形になるけど、うん、まあまあ、まあ、本当にそうだね、だからいやまあ、うん、いやうちらもなんていうか直接じゃないにしろ、うんうん、こうなんか騒動の渦中にいるなみたいな感じにはしたな、最初そんなに思ってもなかったんですよ正直、そうだね、うん、このウイルスが出てきた時、うん、まさかこのイベントが、まあ、延期になるとかっていうのは全然思ってなくて、そうだね、まあ大変だな、マスクもなくなってるしなみたいになってて、うん、気づいたらそういえばイベントこれ結構まずくないみたいな、そうだね、急になったからさ、急になったね、ま、当事者になるような感じになるとは思わなかった、うん、ほんと分からんよね、そうね、いやだからほんと皆さんもまあ気をつけてっていうのもまあ難しいけど、まあとりあえず自衛できるね、うん、手段まあいろいろあると思うんで、うがい手洗いはとにかく忘れないと、そうっすね、うん、かね、なんかバンドとかも中心になってるところがちょいちょこちょこ、そうね、まあやってるところももちろんあって、うん、まあそれはそれでそれなりの対応最悪をしながらやっていると思うから、まあ別にそこに対して何も思ってないんだけど、うんうん、なんかイベント中止も結構、うん、増えてきたね、増えてきちゃってるみたいで大丈夫かなっていう、そのそうね、いろいろとそのなんかまあ経済的な問題も結構やばそうよね、うん、ちょっと不安だなって、そういう部分でちょっと不安だなっていう、ね、オリンピックもありますからね、そうね、どうなるんだろうね、うん、まただからいろいろ騒がれてるじゃない、本当にやんの、うん、みたいなさ、うん、大丈夫なんかな、やってほしさはあるよね、もちろん、まあ、ここまで来たらね、いややってほしいよね強行ではなく、なんかあ、大丈夫だねっていうね、うん、行けます、晴れやかな気持ちで、うん、いけたらいいけどなとは思うけどな、だってそこに向けて調整してきた、いやー、人とかいっぱいいるよねえ、かなりそれこそそのオリンピックとは直接関係なくても、なんか近くでやるからさ、うんうん、そうだね、やるからそのに向けてなんかこう店のなんかやろうよ、キャンペーンやろうよみたいな人たちっていっぱいいるだろうから、いっぱいいるよねー、うん、いやーってなってると思う。本当一日一日ニュースに釘付けなんだと思う。本当にそうよね。俺もそうだったしな。ずっとニュース見て速報、厚労省からの速報が今日出るらしいっつってずっと俺リロードしてたもん。なんて言う、うん、みたいな。うん。うん、そうですわい。困った感じですわ、本当に。そうだね、本当、そうです。まあ7月にはね、うん、できればいいなっていう、そうだね、うん、楽しみにしてます、とりあえず、はい、とりあえずは手洗いうがいを割と徹底してるな、うん、割と
欠かさずやりましょう。そうよ、うん、少しでも外出たらもうすぐ手洗い行ってください、うん、ね。こんな感じでございますよと、うん、はい、うん、トークイベントで話そうって言ってたことも結構あったけど、どうしようかな。ああ、全然それ話しちゃって大丈夫じゃないですかね。あ、なんかまあそのうち機会折を見てなんか話そうかな。オッケー。というわけで、はい、まあ本日は、テーマは一旦置いといて普通のお便り等々をまあ読ませていただこうかなという感じでいいかな。二、はいはい、人はもう特に大丈夫？大丈夫かな。大丈夫ですかね。オッケー。はい。じゃあお便りをいっぱい読もうかな。はい。あ、そうだ。もう一個あったわ。お、別にこれ、うん、あれだね、前、先週もちょっと言ったけど、うん、今日、25日火曜日に、うんうん、僕がやってたエッセイ連載、ところによりぼっちという法務者さんの、はい、文芸図書ウェブサイト HB で連載してた、はい、あれが無事に終わりまして、最終回、無事24回目が、無事24回きっちりお疲れ様です。ね、本当に、ね、読んでいただいた方々皆様ありがとうございましたと、あ、いう感じで、なるほど、一回も落とすことなく締め切りも守り、素晴らしいね。うん、担当から褒められた。うーん。一回も遅れませんでしたって。いいね。いや、でもいいこと、やっぱそういうところから評価って上がる。いや、もうちゃんとね、ちゃんと、うん、ここはきっちり。そうそう、この人は遅れないぞっていうのを。俺は遅れねえぞっつって。うん。いいことだよ。やっぱなんかちょっとあんのかな、落とし、こいつ落としそうだなみたいなところって思われてたりするんですか、ね、いや、というより、俺というよりも、なんか、落とす人もやっぱいるのよ、中には。あー、もちろん。そうそう、締め切りうんぬんって話結構よく聞くじゃん。で、小説家のさ、うん、人たちの対談とか聞いてても、締め切りを全然守らない俺はみたいなね、うん、いつも怒られてるんだよみたいなね、こと言う人もいて、だからまあその話自体はすごく面白いんだけど、でも担当のね方々の顔を見てると、まあ、大変なんだろうなと苦しいでしょうね。大変でしょうね。予定ありきでそう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 やってるわけですからね、大変なんだろうなとか思うから、だからそこは、ま、僕は守れますよと。ああ、ね、そうですか。もう1年前ですか、やりました。そうだから1年前にのもうちょっと後かな、だから、うん、3月から始まったのかな、ちょっとあんまり始まったのがいつだったか覚えてないけど、うんうんうん、でも1年、うん、まあほぼ1年だね、だからね、うん、うん、まあ、結構、うん、頑張ったなって思うかな、自分の中で。いやー、頑張りましたね、うん、素晴らしい。なんか秋っぽい私ですが、どうにか、いや、本当そうだね、どうにか1年間はかけたなっていう感じ。またなんか新たな挑戦もね、どうだろうね、でもね、やっぱやってみると、例えば週刊とかで連載している、うん、それこそ小説じゃなくてもさ、漫画もそうだけど、うん、何でもやっぱすげえなって思う。あ、毎週毎週書き続けていくっていう、継続していくっていうのは、いや、ほんとすごいなっていう思うの、改めて感じたな。まあ、そう、大変だったからね。絶対大変よな、うん、だからやっぱね、例えばまあ分かりやすいところで言うと、少年ジャンプとかでさ、うん、毎週連載しているわけじゃない、まあしてない何がし先生もいるけど、あ、そうだね、うんうん、すごい、すごいよね。改めてすげえなって思った。まあ、すごいよね。うん。確かに。足んねえなって思う時もあったからね。2週間これ足んねえ、書くことねえ、みたいな。ああ。よく書けるよな。確かにそうよな、うん。ネタがね、どん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 少なくなっていくもんね。最初はいいけどさ。うん、そうそう。最初はね、うん、結構あれも書ける、これも書けるぞ、みたいな感じでいくんだけど、うん、数ヶ月ぐらい経つと、ああ、どうしよう、どうしようかねーみたいな、何もないよーみたいな、うん、感じに落ちる時も何回かあったから、いや、大変だわー、偉いって思った。これだけでちょっと尊敬しちゃうわって思う。なるほど。うん、これでまあちょっと空いたんでね、
そうだね、だからまあ、その関係者の方々、もし他、そうだね、出版関係者の方々ね、うん、まあ、もし聞いていらっしゃれば、まあ、ぜひぜひぜひ、今、締め切りを守る男がここにいるんで、大輔先生が、やっと今、空きありますよ、空きありますね、空いたんで、ぜひ、いるでしょう、多分聞いてる人で、いるかな、聞いてたら、ね、じゃあ、なんか、この本、ね、この本の連載、行きますかみたいな。どうだろう、でもエッセイはあれだけど小説の連載ってよくできるんだなって思う。あ ー, あー物語的な、そう、物語の連載ってさ途中で違ったなって思わねえかなって俺はよく思うのよ。途中まで書いて、いやこれちょっと違ったなっつって、なるほど、ね、最初からちょっと、うん、なんだろう、名前変えたいとか思うから、あようできんなって思う。いや確かにエッセイだな、うん、エッセイならいける、エッセイはエッセイ希望、うん、よろしくお願いします。こちらの西助先生エッセイを希望しております。レテンチェックが、レテンチェックが、なんだなんだこいつ、各週、まあ、あるいは月一、週間はちょっと辛いですか。週間はねきつい、あ週間罰、あいやまあ、いやいやでも、うん、お話によってはいけるならやらせていただきます。週間でも全然構わないと、週間でも構わない、ファミ通とかだって週間でしょ、あれ週間です、ファミ通、第一希望ファミ通。え、こっちが出せるの希望は。大至急。出す分には当たらないですよね。うん。そうなんだ。向こうが取るか取らないかだから。そうだね。そうそう、あまず届くか届かないかだね、この声が。そうそう、ね。そっからの始まりだからね。うん、ああ。ちょっとファミ通さんね。そうだね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、お便りいきます。はい。まずは、あ、あれこれ名前が、お名前が消えたな、ちょっと待って今名前を、消えたと名前を思い出すから、今名前を思い出してます、検索するから。確かにね、ゲーム雑誌よね、うん、全然ファミ通じゃなくてもいいよね、うん、もう全然いいよ。名前がなくなった、ちょっと待って、本文でいこう、本文でいく、本文検索でいくわ、うん、こんな人いねえな。あれ？あ、いた。テトさん、男性の方。テトさん。テトさん。大将皆さんこんばんは。はい。こんばんは。初めてお便りします。ありがとうございます。トークライブについて一つ知りたいことがあるのですが、お、ボリューム1からの開催地が知りたいです。お答えいただくとありがたいですと。おお。確かにね、我々、いくつまでやったの？今のところ17。17。までやっていますので、まあどこでやったかっていうのは確かに。でない、言えるところもある、言えるかな、最初の方さ、うん、思い出して、だからそのボリュームいくつって点々と何回かやってるから、うん、あれだけど、まずニコニコ透明版あるでしょ、透明版だね、はいはいはい、透明版ツアー、うん、うん、あれタイトルなんかついてたな、三人称の、なんかついてたっけ、なんかついてて、三人称のなんとか旅みたいな、あー、なんかあったよね、なんかあった気がする、確かになんかサブタイトルがあったんだよね、ニコニコのニコバー透明版、うん、で新宿と名古屋と大阪来ましたね、でやって最後また新宿に帰ってきたんだっけな、なんか新宿2回やった気がする、ね、うん、帰らされたよね、なんか新宿でもう1回やれみたいな、うんうん、あ多分、うん、新宿でしょっぱな一本やって、うん、その後にその透明版ツアーが組まれたんだと思う。ちょっと空いて、うん、名古屋、大阪で新宿。新宿か。うん、ちなみに、うん、タイトルは三人称の、うん、ただ旅です。ただ旅。ただと、ああでもいいね、ただだったもんね、交通費出たから。交通費出たから。うん、そういう意味のただか。そういう意味も含め、あとただ旅をするみたいなだったんじゃない？うん。2016年の6月です。2016、あでもそんな結構最近だね。最近でもねえか。4年前。なんかもっと前な気がするわ。そう、うん。4年前っすね。ニコバーのこととか俺も本当に過去の出来事みたいな感じ。いやまあ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 、まあ。
そうね、いろんな思い出もあるけど、いろんな思い出ありますね本当にあんまりいい思い出が出てこないのちょっと申し訳ない、申し訳ないんだけどさ、控え室がトイレ、控え室がトイレ、控え室が学校なんだ、棚の前、棚の前とかね、あとは大阪の時はなんか襖の向こうみたいなところもあった、あそうだったね、あとキッチン、キッチンもありました。キッチンでしゃがむっていうね。あれも大阪だったかな。まあしょうがないよね。うん、そう。まあそういうイベント、ちっちゃいからね。本当にちっちゃかったから。ちっちゃかったね。40名入ったらもうぎゅうぎゅうぐらいのバーですからね。もともとバーのまあ居抜いた感じだろうからね。うん、名古屋とかはもう本当1日しか入れなかったんじゃないかな。翌日大阪とかじゃなかったっけ？ね。あ、そうだった。道頓堀行った後に名古屋だったんだ。あ、道頓堀からの名古屋なんだ。そう、そうだ、だから大阪着いてそのままやって、うん、でもその日の夜終わりが多分20時ぐらいだったんだよね。でそのまますぐ新幹線乗って名古屋行って、なんか向こうで美味しいものとかっていうのも食べれなかったから、あのチェーン店のなんだったかな、むなし、むなし、宮本むなし、そう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 、行ったね、むなしね、行った行った、がホテルの目の前にあったから、じゃあここで食べましょうっつって、知らないし食べようって、そう、でわあ美味しいっつって、そうだ、そのままもうその時は12時近いから、じゃあまた明日っつって次の日12時から、また夜の19時半まであったから、三部構成ですよ。あ、三回しさせられたもんね、あれね。三回し。いや、ほんとね、大変だったんだよ、あれ。マジ大変だったの、ね。マジで大変だったの。しかも、その間15分しかないから、休憩時間っていうかね。休憩時間がないんだよね、なんなら、その、お客さんの、お客さんの移動の時間も15分しかないから、入れ替えも。うん、そう。全然。あれ、やばかったね。そう、だから、ほんと途中、ちょっと喋った後、ゲームするみたいなので。うん。ゾンさんがさ、なんか解説みたいな感じでやってたよね。なんだっけ、やったあれ、なんていうゲームだったかな。なんかやった紙とペンかやるやつだよね。紙を渡し、紙とペン渡して、うん、俺が数字を出してな、ナンバーナンバーズじゃない、なんだっけな、なんていうやつだったかな、ストリームスみたいな感じの名前の、あ、そう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 、うん、そんなそんなそんな、うん、いや面白いんだよね。そう、うん、説明文を考えてくれってよくうまく伝えられないから考えてくれって言って、俺なんか一緒に考えてくれ一緒に考えてくれ、ストリームスだね、ストリームスか、ストリームス、うん、いや、ゲームは面白いんだよね、あれね、面白い、かなり面白い、うん、やっててすごい面白かった。そう、それをやってなんとかみたいな、そう、どうにかつないで、そんな昨日話して今日話すことねえよみたいな、全然ねえよマジでないよみたいなね、そうだよ、感じで2日で、12時間か。そう。うん。12時間2日で喋ったってことだもんね。そうですよ。ありましたよ。なかなか大変でしたね。なかなか、なんかだから、いわゆる、比べちゃいけないけど、まあ、芸人さんの下積みみたいな感じの、結構過酷な。まあ、始まりみたいな感じだったよね。まあ、そうだね。あれで、だからどうにか。で、それが、で、ニコバー、別に嫌いになったとかじゃないけど、もうやんないってして、うん、うまくごまかせたかな、ごまかせたかな、いやいやいや、そうよ、ごまかせて、嫌いだったわけじゃないから、嫌いだったわけじゃないけど、まあもうやんないねって全員思ったね、もうやんないって、ちょっとそう、詰め込み教育すぎたね、ちょっとね、もっとゆったりやりたいねみたいな。でその後ぐらいに渋谷の、渋谷じゃない、ロフトさんが、ロフトプラスワンさんが声かけてくれて、してどうですかみたいなので、で大阪が最初かな、そうかな、最初は大阪、大阪か、大阪のロフトプラスワン、ウエスト、ウエストでやらせてもらって、でその後渋谷にもあるんですよって、なんか結構最近できたんですよみたいな感じで、渋谷のロフト9かな、そうだね、で結構そこをまあ行き来して何回かやらせてもらって、でまあご縁があって千葉の柏ライブで、わあそうですね、2回かな、3回、2回やってると思う、イベントさせてもらって、
っていうのがあって、その後ちょっとじゃあもううちらでも やれたら面白いねっていう、うん、うちら主導でできたら面白いねっていう話になってから、うん、北海道、福岡、え、福岡の筑紫会館なくなっちゃったのねえ、そうなの、うん、聞きました。あそこすごくいい劇場だったのに、いいとこだったよね。あ、米沢もあったね。米沢、あ、米沢が間に入るわ。米沢行ってそうだ、米沢呼んでもらったんだ。そうか、そのくくりか。そうかもしれない。そうだわ。あ、カフェラボラトリー。ラボラトリーさん。カフェラボラトリーさんだ。うん、いや、いいとこだった。米沢自体がいいとこだった。めちゃめちゃいいとこだったよね。うん。そこもほんとご縁があってやらせてもらって。うん。で、北海道、福岡。次が香川。香川。香川？香川。浅草？うん、新潟、うん、広島、宮崎かな。え、抜けてないよね。え、抜けてる、抜けてないよね、大丈夫だよね。この多分これで新潟浅草の順か。なるほどなるほど。俺らより知ってるね。知ってる人いるね。うん、なるほどね。新潟浅草。ああ、福岡は行った。か、うん、筑紫会館ね。まあやらせてもらって、次石川。うん。でできたらいいなっていう感じかね。そうだね。うん。まだまだだから全然。全然行けてないんだな。そう、全然行けてないの全国。そうね。行きたい。行ったら関東も全然行けてないしね。いや、行けてない。行きたいよ、関東。関東だっていっぱいあるんだもんね。いっぱいあるもんね。そう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 。っていう感じ。全部回りたいからな。うん。香川の劇場ってか、ホールか、ミューズホールは今でも心に残ってるな。あの、香川？うん。お姉さん方が手伝ってくれたとこ。そこは新潟。あれ、新潟か。ユートピアね。ああ。香川はもう本当にちっちゃい。うん、ちっちゃいって言ってもそんなちっちゃくないんだけど、300、400ぐらいかな。一人でこなしてたところ。そう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 だよね。うん、照明も音響も一人でやってたところじゃないかな。すごいワンオペなんだみたいな感じの、うん、よかった、そこすごいよかった。いや、よかったっすね。うん、まあいろんな思い出がありますね。ああ、思い出がある。ぜひぜひ機会があればね。そうですね。来てくださいよ。ここに来てほしいな。っていう感じですよと。はい。そうか。もう結構歴史になってきてるね、だんだんね。だんだんね。うん。うん。こんなところ行って。もっと行きたいとこいっぱいあるから回りたいけどね。いや、行きたいよね。本当にね。続きまして。はい。はい。ペヨペヨ P さん、ペヨペヨ P、ペヨペヨ、ドンさん、ペンさん、テッドさん、こんばんは。こんばんは。本当にたまたまあった出来事なのですが、どうしてもご報告したいと思い筆を取らせていただきました。お、はい、本題なのですが、私はアイドルマスターというコンテンツでプロデューサーを務めています。うん、ほう、アイマス P ね。 P ね。うん、プロデューサーといってもゲーム内でアイドルをプロデュースする立場のため、そういうことになっているっていうことね。うん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 。プロデューサーさんって呼ばれるやつでしょ。うん、らしいね。アプリゲームでいいの最近のは。最近のはアイマスの、アプリでもあるんだ。シンデレラガールズとかでしょ。あれ、最初 Xbox じゃなかったっけ。ああ、そうだったそうだった。てか最初はゲーセンなのかな。ゲーセンの最初。あ、なのかな。あ、かもしんない。そうかもしんない。そっから多分 Xbox 行ってみたいな感じじゃないかな。なんかそっXBOX のイメージなんだよね、アイドルマスターみたいな。そう、俺もだからその俺もそれあるわ。初代っていう表現でいいのか分かんないけど、うん、りっちゃんがいるやつ。ああ、メガネかけた人。メガネかけた。あれ、そんな知ってるの。ローソンみたいな服着てる人。なんか、ちょっと分かるわ。もっと分からないかも。好きだったわ。ほんと？うん。流行ったよね。だからうちらがだからそのニコニコを投稿してた時なんてバカ流行りしてたでしょ。ああ、でもね、見てなかった。あ、そうなんだ。そう、全然知らなかったかな。へえ。いや、だからそういうアイマスっていうのがあって、うん、でなんかそのなんちゃら P っていうのがつくんだっていうのは知ってたぐらい、うん、ほんとそれぐらい。でも、ね、見たことない。あ、そう。
俺も実際のゲームはやったことないけど、うん、よくその題材を使って、うん、なんか別の曲で踊らせたりとかいうのがいっぱいあって、音ゲーなんだよね、音ゲー、音ゲー、うん、うん、音ゲープラスなんかコミュニケーション、なるほど、取ってなんか女の子と仲良くなるみたいな感じの、はいはいはい、ところかな多分な。なんか結構そのフレンドになった人が大体 P ついてるみたいなのあったよね一時期ね。そう、あれはみんなそれなの？いやどうなんだろう、みんながみんなってわけじゃないと思うけど、その我々の近いところでちょっと出てくる人だと、ハゲ P さんっていうさ、うんうん、町田健先生、うん、のハゲ P さんの P は違うって言ってたけど、あ、ね、あれは違うらしい、ね、俺本当かなって思ってるけど分からんな。あれはなんか F1 かなんかさ撮ってるみたい、うん、ザウバー、ザウバー、ザウバー、ペペピーターとかペペーターとかパウワーとか忘れちゃったけど、うん、で、ぽいね。でもまあなんとか P ってついてるのは大体そうだった、結構いたよね、うん、いた、うん、そう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 。で、まあその、ゲームをやってて、うん、今月半ばに京セラドームでライブがあり。京セラ？京セラ？ライブ？ライブってどういうこと？声優さんが歌うのか、どっちもできるからね今ね。ああそういうことか。そうだよ。あ、だって初音ミクだってライブする してるじゃん、いっぱい。そうか。うん。どっちもできるからどっちなのかわかんない。声優さんなのかな。いやでもやっぱ。声優さんにしたってバックに流れてんじゃないの？あーダンスのね、うん、映像がね、うん、なのかもしれない。わかんないけど。なるほどね。まあ、それに当選したため無事現地参戦することができました。ほ、う、ら、ん、ライブ行ってきたんだ。行ってきたんだね。いいね。このアイドルマスターのライブはプロデューサー同士が名刺交換するのが恒例になっており。ああいいじゃん。そういうのがあるんだ。ちゃんとしてるね。そういうお決まりがあるんだ。入場するまでの間に会場付近で交換するんだって。へえ。名刺っていうのはそのゲーム内で配られるわけじゃなくて実際に自分で作るのかな。作るんでしょやっぱり。ナムコプロなんとかこの人だとペヨペヨピーってなってるのかな。ああ作るんじゃない、うん。簡単に作れるもんね。名刺はね確かに簡単に作れるけど。うん、へえ。私もたまたま近くにいた安静 P さんに、名刺交換をお願いして交換していただきました。おいざ交換して、あこの子が担当なんですねなどと話していたところ。うん、相手の P さんの持っていたカバンは、担当のこの缶バッジやキーホルダーがワンサがついていたのですが、うん、よく見るとなんと三人称さんの缶バッジもついていました。あら、あら、え、三人称もプロデュースしてくれてるってこと？してほしいねしてほしいけどね、むしろ ね、うん、ね、私は思わず、え、三人称さん知ってるんですかと変な声が出てしまったのですが、うん、相手の P さんも、え、知ってます知ってます、さっきまで動画見てたんですと言われ、すごいところでまさかの三人称リスナーさんに出会いました。あら、あら、うん、私は同じプロデューサーの方と三人称さんのお話ができるなんて思ってもいなかったため本当に嬉しくて、それからはライブの話ではなく三人称さんのお話を永遠にし続けてしまい、あら、なんか今日はこれでもう満足かもしれないと思いつつそう、まあ、有名な方々なんだなと改めて実感しました。あら、ちなみにその相手の P さんは標準さんが一番好きとの。おい、なんだよなんだよ、危険じゃねえか。まあこれからも応援していますさ。へえ、あ、嬉しいね。でもね、まあ嬉しいね、うん、バッチつけてもらって。なるほど、そんな出会いがあるんだね。いや、なんかその名刺交換っていいね。そうね、なんかそ、ほんわかしてるよね。ちゃんとあるんだね、うん、あるんだよ、独自の広がりを見せる文化がね、うん、あるんだろうね、うん、続きまして、うん、セナルアックスさんですよ。大将の皆さんこんばんは。こんばんは。ワン、今日はお三方にアックスが今抱えている問題について相談したくメールを送らせていただきました。アックスって言うんだっけ。アックスって呼んでるの、うん、自分のこと。高校2年の私は、高校2年生なの。あ、高2なの。セナルアックス。高2年生セナルアックスなの。あ、そう。あ、そう。どうして。そうなんだ。うん、高校2年生の私は学校の選択旅行。何それ。選択旅行。選択旅行っていうのは、アックスがどこに行きたいかを選択して友人とグループで行ける制度。え、別にこれアックスだけじゃないだろ。個人間のやつじゃないの。いや、誰か友達と一緒にここ行こうみたいなこと。あ、そういうこと。
そういう学校の選択旅行っていうのがあるらしい。何それ。え、どこでもいいの。ブラジルとか。え地球儀から選べる感じなの。ダーツとかで。ダーツのとこ。え、そうなのかな。でこの人たちは友人一人と一緒にアメリカに行くことにしたのって。何それ。二人でアメリカ行くの。高校2年で。その学校何、学校の行事で。ええ二人で。どういうこと。ちょっとすごいねスケールが、うん、そんぐらいだから自由になんかいろいろ生かしてくれるんだ。なんか先生同伴ってわけじゃないよね。だってね。でも普通に親は心配しそうだよね、うん、でももうそういうものなんですっていうなんかあるんじゃない。あるのかな、説明会とかで。アックスがアメリカ行きたいっつって言ったの。アックスは多分アメリカ行きたいって言って、その友達はアメリカいいよって言ったんじゃない。その人も別に選択はできなかった。まあどっかあげたのかもしんないけど、なんか、うん、つまんないとこだったんじゃない、すごく。あ、ならアメリカの方がいいよ。うん、なのかな。アメリカいいな。アメリカいいね。しかし来週から出発するというのにアックスが LINE を送っても未読スルーされてしまいます。それもう未読。うわー、未読っていうのはもう単純にスルーじゃん。ブロックこれ違うか。いや見てもないってこと。見てもない。うん。しかも今週行われている期末テストも受けてない状況。ああ、そうなんだ。学校自体に来てないのかな。来てないんだ。実は去年も彼は同じように期末テストを受けていないのですが、ほう。うん、新学期になったら普通に学校に来ていて、彼に休んだ理由を聞くと、ただの病気、心配はいらないよと言っていました。ただアックスは絶対何か他の理由があると思っていますと。うん。うん。アメリカ旅行は彼が来なかった場合、アックスの知人がいるグループに入れてもらえるのでいいですか。じゃあ他にもアメリカ選択してる人がいるんだ。あ、まあ、あ、じゃあやっぱ何か所から海外だったらここみたいなエレベーターなのかな。選択だからそうなのかもね。うん。でそのグループとなんだかんだだからやっぱいるんだろうな。アメリカ行く先生が、アメリカの先生がいるんだね。いるんだな。うん。だから他にもだからイギリスがあったりとか、うん、フランスがあったりとかが あるのかな。スケールでかすぎない。でもすごいね。すごいね。でもね、それすごい。奈良とかさ、なんか修学旅行とかでよく行ったりするけど、ね、そういう強制的なやつだったもんね。そういうレベルの話じゃないもんね。そうじゃないね。海外の件がある。それかアメリカとなんかもう一個があんまり大したことがないところとか、わらびとかさ、わらびに悪いけど裏番埼玉のね。でもアメリカとわらびって言われたらわらびはなみたいな。まあなんでもなるけど、なんだらアメリカかなみたいな。横浜でさえちょっとなるよ。そうだね。そうだね。横浜かアメリカかって言われたら、横浜かアメリカかって言われたらアメリカ行くだろうってなるよ。あ、それはしょうがないことだよ。なるほどね。ただだ彼に何かあったのか、あったのではないかとちょっと心配ですと。うん。うん。お三方は友人などがこのような状況になったことはありますでしょうか。またこのような時どのようなことをすればいいでしょうか。アックスはどうすればいいと思いますか。お返事いただければ幸いですって。別に何もしなくていいんじゃないの。どのぐらいの友人なんだろう ね。どのぐらいなんだろうね。でも、うん、でも二人で選択するぐらいだからまあそれなりにだけど、うん、その。本音で語り合うような中でもないみたいな感じなのかな。そうだよね。だって言われてないわけでしょ。うん。いや普通だったらさ、高校生ぐらいならさ、もう電話とか全然普通にするよね。何してんのぐらいの。ねえ。電話するほどじゃないってこと。あまりにももう聞けなさすぎて、あ、その聞けなくなっちゃったみたいなのもあるのかもしれない。前回の一件もあり。そう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 。なのかな。そうなんだろう、急に連絡がつかなくなる人いるっつーか、いるっつーか俺なんだな。あ、俺もやるときはやるしな、それ、うん、このね、アックスのご友人は俺なんだよね。もういいかってなった瞬間にもう連絡が、そう、うん、俺はまだ出てないからね、そのちょいちょいかかってくる電話。俺も高校からのはほぼ、うん、うん、出てないし、メールとか来ても LINE とか来ても、うん、見もしない時あるな。もう見ない、見ないというか教えてないわ。ああ、そうかそうかそうか。ああ、電話だけだから、電話だけ無視してる俺大丈夫なんだけど。大丈夫ではねえけど。
そうね、だどうしてほしいかっていうと、そっとしておいてほしいかなっていう感じだけど、ただ高校の時だとまたちょっと話が違うような気も。そうね、うん、うん、今だったらね、うちらぐらいの、まあ、20代とかだったらまあまあまあ別にさ、うん、大丈夫じゃん。10代だとちょっと分かんないね、どういういろんなことを考えているような気もするからちょっと分かんないけど、うん、まあ、さっきコメントにあったけど、うん、あの先生に聞いてみたらっていう、あ先生なら知ってるかもよ、そうだね、確かに、まあ旅行で来ないっていう理由も、うん、聞ける理由も大義名分もあるしね、うん、ちょっとつながらなくてご存知ですかみたいに聞いてみるのは一ついいかも、うんうん、それでちょっとね理解もできるだろうし、うん、こういう理由なんだよみたいに教えてくれる人もいるかもしれない、非常気が絡んでるならね可能性はそうだね、うん、もし、ね、本当に病気が理由だったらまあしょうがないことだしさ、うん、それはそれで別グループ大丈夫でもね、そのグループ気になるなぁでも知人大丈夫なのか、知人とは言ってたけど、もでも知人って友達じゃないよ、そうだね知人ってさ、うん、相当知人いるじゃん学校なんて、うん、そうだね、うん、知人はいっぱいいるだろうね、うん、楽しめるかどうかでね、逆にね、そうよね、せなるが、うん、どうだろう、いい方向に転ぶといいけどね、そうですね、うん、別に無理して行く必要もないとは思うけど、その知人がね、友達がね、またどうなったのか教えてほしいな、そうだね、うん、行った後とか教えてほしいわ、うん、どこ行ってきましたとかもちょっと教えてほしい、あと、ね、どういう箇所があったのか教えてほしい、そうだね、アメリカ以外選択できるところがね、何があったのか知りたいね、ちょっと知りたい、まあぜひぜひ送ってください、お願いします、お願いします、続きましてアンズ30世の方、おいおい、どうさんペサテ、どうさんこんばんは、こんばんは、今回お三方に相談があり初めて送らせていただきました、おいおい、私は美容室がとても苦手です、うん、というのも私は耳が弱く、うん、他人が自分の耳のそばで何かをしている状況に緊張してしまい過敏になってしまうんです、あーなるほどね、シャンプーをされるときに手が触れたり、シャワーの水の音や感触、ハサミの音、ドライヤーの風、では髪を湿らせるための霧吹きまで、といった音や感触が耳のそばですると腰のあたりがゾワゾワして体がピクッとなってしまいます、うん、それが嫌でいつも美容室に行くのを伸ばし伸ばしにしてしまいがち、うん、つい先日約1年ぶりに美容室に行ってきましたが、1年って結構伸びるよね、伸びるね、うん、その時も美容師さんの一挙一動が気になってしまい、髪を切ってもらってる間ずっと体に力が入ったままでとても疲れました、うん、美容師さんもきっと私のことをやけに姿勢が良くて鏡を見たまま微動しない時々びくつく変な客と思ったことでしょう、耳栓をすることも考えましたが、人見知りのため耳が敏感で感じてしまうので耳栓をしてもいいですかって言うんですこれ別にさ、感じてしまうを抜けばいいんじゃないそうだ ね、 うだね、抜いて伝えればいいんだよ感じるその性の部分は、うん、いいんだよ別に言わなくてそれ言う必要ないんです断念しました、うん、どうか私を助けてくださいなんで全部言おうとするの、なんで全部言っちゃうんだろうね、うん、耳栓してもいいですかって言えばいいんじゃないの、ダメなのかな、なんか聞いたりするとダメなのかな、その時だけトントンって言ってもらえばいいのか、うん、いやいそうだよね全然、なんか ね、 ね 耳、うん、耳がダメな人っているんじゃないかな、うん、いると思う、耳栓いいんじゃないかな、うん、俺ももう絶対話しかけてほしくないから本読んでいいですかってもう言うようにしてるし、あそれさそう、うん、前もさこういうなんか美容院の話の時に、うん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 、デッドさんそうしてるって話で、うん、で俺はねその時多分ねまだね話す方かもっていう話をしたような気がするんだけど、はい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 、最近ダメになってきちゃったね、あ話がね、そう疲れる、疲れちゃう、わかるわかる、めっちゃ疲れる、そうなのだ、ちょっと変わってきたなと思って、やっぱ静かに切られて痛い、そうなんかすごい聞いてくれてさ、俺その時でもすげえ適当に返事してさ、うん、でもその適当な話を本当だと思ってさらに話を掘られると、うん、本当申し訳ねえって気持ちになるし、そうなんだよね、いろいろめんどくさいなと思って、うん、俺はだからもう静かに、俺は静かにしますからねって、うん、本も置くしバンってだよな、うん、むずい、ほんとなんかさ、ね、広がりそうになる時とかあんのよ、なんか話が、そう、うん、趣味なんですかって聞かれてさ、あ、うん、で
いやまあゲームとか映画見るとかですかねって話をして、でゲームに食いついてくれるわけ、はいはい、あゲームするんですかみたいな、うん、で何が好きなんですかみたいな感じで、うん、でまあ今だとさ、うん、エーペックスとか、でもエーペックスって言いづらくない？そうそう言いづらい、そうなんだよね、言いづらい、伝わんない可能性の方が高いなって思っちゃう。そうで、なんか分かりやすいのないかなって探した時に、うん、モンハンいいかなと思って、ね、結構やってる人多いだろうし、うん、と思って、でモンハンとかっていうこと多いんだよ、うん、多いんだけど、でもモンハン広げちゃうでしょ。で、あいや広がるかと思ったら、おーおーおー、あモンハン、あー分かります面白いですよねって言うから、 あやられますって言ったら、いやもうだいぶやってないですねやってたの PSP の時ですとか、あ話になっちゃうと、はい、あそうですかみたいな感じで終わっちゃうんだよねそこで、まあまあ終わるねそこ、まあ、で何されてるんですかって話を聞くと、ゲーム僕も好きなんですけどみたいな、なんかあんまり最近やらない方だったんだけど、やらなくなっちゃってるんですよねみたいな、でやったとしても携帯ゲームでみたいな感じ言われちゃうと、ね、もうそっちダメじゃん携帯ゲームそうね、どんどん分かんない、分かんない、そうもう分かんないじゃん、うん、あーっつってでシュンってなって終わるみたいなそう何だったんだろうみたいな、うん、その1個の話題が終わる瞬間って寂しいよねそうなのよまあわかる、そうあそうっすかみたいな、なんか話題に困ってるなっていう姿を見るのも嫌だしね、そうそうそうそれも嫌なのよ、うん、申し訳なくなっちゃうしさ、なんかいつかってなんかいろいろ話を膨らまそうとしてくれるけど、いやでも乗らないんだ俺みたいな、ね、その話乗らないんだみたいなね、そうなのよね、うん、いや大変だなとは思うんだけど、無力喋りたくないよね、そうあーこれそう喋りたくなくなってるなーっていうのが最近あるね、まあわかる、うん、うん、でもそういう時に限ってね、隣はすげえ楽しそうに話してんだよ、あそうなのそうなの、そう、うん、この間さーみたいな、なんかすごいもう友達なんだなーっていうぐらいの、行ってきたらーみたいな、すっげえ話してて、なんかあ楽しいのかなーって思いながら思いながら本読んでる、本読んでる、本読む確かにいいね、うん、本読むか、なんかそのタブレット置いてあるね、あお店に置いてあるタブレットいじってるとかやるな、ずっと、うん、うん、でもタブレット最近美容室にいっぱい置いてあるけどさ、うん、読む雑誌選ばないと食いつかれる可能性あるからね、ああそうなの、そうタブレット自体ムー読んでて、うん、タブレットの中に月刊かな今、うん、ムーって雑誌があるじゃない、うん、あるね、超常現象を特集してる、うん、ムー読んでたらムー読んでるんですかみたいな急に食いつかれてあーあーこの人ムーに引っかかりがある人なんだみたいなしまったと思ってでもそこに気をつけた方がいい、あームーに引っかかられると、うん、結構辛いね、そうだね、なるほど、あとちょっと面白くなっちゃってそのファミ通とかも入ってるの、あ、うんうん、だからファミ通で俺伊集院さんのコラム読んでるからさ、伊集院さんの顔とかすごい拡大してたりするとなんかそれ見られたりしてなんでそこ拡大するの、なんかちょっと拡大しないと読みづらかったりするのよ、あそうそう、だから拡大したら、うん、文字の方じゃなくて伊集院さんの顔が拡大しちゃって伊集院さんの顔がいっぱいになっちゃったと思ってしかし見られてたら嫌だなと、恥ずかしかったり、ね、絶対食いつかれるポイントだよな、うん、どうしたんですか伊集院さん好きなんですか好きですけどなっちゃいそうになっちゃう、まあでもだから言った方がいい、これは向こうは分かんないからね、だからね、やっぱどういう風にしたいんだって、静かにしたいんだとかだったらちゃんと答えてくれるから、静かにしますみたいなね、だから耳栓してもいいですかだけでいいと思う、多分そうだね、いいと思う、いいと思うけどな、じゃあ続きまして、はい、はい、星くん、3男性の方、星くん、星くん、ドサンペサテトさん、こんにちは、こんにちは、こんにちは、雑談292回、前回だね。で、小野さんが中耳炎の話をされたので、初めてお便りを送らせていただきます。はいはいはい、僕も小1の頃、滲出性中耳炎になり、何それ、滲出性の芯がね、これなんか難しい。三髄に、マイルの無が2個あるみたいな感じかな、これ。フォントのせいですげえ潰れちゃって、読めないけど。あ
むむ断水にむむむむむむかな、これむむが3つあるか、むむこれ にじむっていう字、あ、にじむっていう字だ、にじむ、あでもこんな、にじむってこんな難しい字だっけ、こんなむずい、こんなむずいんだ、改めて見るとすげえむずいね、すげえ難しい字だね、あ、むむむ書いたことねえわ、むむむ出たね、うん、できたの、むむむになり、うん、むむむになった、耳がむむむになり、うん、車で約1時間半の耳鼻科に通っていました。遠いね、1時間半、遠いな、うん、当時のことはあまり覚えていないので母から聞いた話なんですが、小学校1年生の仮入学の時に、うん、先生の話に対し僕があまり返事しないので、なんで返事せんのかねと仮クラスの同級生がいる前で怒鳴っていたそうです。あ、うん、お母さんも多分一緒についていったのかな、仮入学で、うん、その時に返事しないからなんでなのってこうお母さんが怒鳴ったと、うんうんうん、その仮入学の時の就学前検診の結果で後々分かることになるのですが、その僕はその時左耳は全く聞こえておらず、右耳もほとんど聞こえてない状態でした。あら、まだ幼かった僕は耳が聞こえないのが当たり前なんだと勘違いしていて、うんうん、気づくのが遅くなってしまいました。あ、そっか、誰も教えてくれなかったらそれが普通だと思うもんね。そうだね、確かに、ちょっと聞こえづれんだ世の中みたいな感じなんだな。母との会話でこの話が出ると本当にかわいそうなことをしたと反省し、それ以降母が怒鳴ることはなくなりました。うん、その後耳に溜まっていた水、すべての水を取り除き普通に会話ができるようになりました。大人の鈍酸がかかったと聞いて驚きましたが、気づくのが早かったのと大人なのであまり症状は大きくないと思いますが、視聴者の皆さんも気をつけてください。あ、本当にそうだね。特に小さいお子さんをお持ちの方は少しでも異変があったらすぐに耳鼻科に行かれることをお勧めします。あ、お子さん、あ、そうね、お子さんね、ちょっと聞こえてないのかもなと思ったらもうすぐ行った方がいいんだね。気にしてあげた方がいいってことだね、うん、確かに当たり前だなって思っちゃってることが分かんないもんね、子供の場合は。それがどうなのかが、そっかそっか、怖いね。そうだね、これちょっと気を使っていかないといけないんだね。ね、それはだってもう耳だけじゃなく他のこともそういうことだよね。まあ目もそうだし、鼻も匂いとかもそうだろうし、感覚とかも多分そうだよね。そうだよね、感覚とかが一番難しいだろうな。難しいよな、食感とかさ、味とか味覚とか、ね、気づくまでにやっぱ時間かかっちゃいそうだよね。かかるかもしれないね、ちょっとね。なるほど、むずいな、難しいです、難しいね、なんかなと思ったらやっぱ病院だね、うん、今はそのなんだかなっつって病院行くなって言われてる時期ですけど、確かにね本当にそうだね、うん、難しいよ、大変だよ本当に。なんか軽かったらやめとけみたいなことでしょ、うん、そう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 。そんな言われてもさ、そんなわかんねえよ、重い軽いは俺基準だしなみたいなね難しいこと言うよね、難しいよないや本当難しい、本当難しいこの世の中最近は。続きまして、はい、ちょっとちょっとというか結構昔のお便りちょっと発掘して読まさせていただきます。いいですね、いいですね、うん、ヒエラギさん、出せる方、はい、ドンピシャさん、メシャコさん、テッドさん、はじめまして、はじめまして、ヒエラギと申します。うん、以前からお便りを送りたいと思いながらもなかなか実行に移せなかったのですが、この度決意を意を決して筆を取らせていただいています。嬉しいね、嬉しいですね。 いつなのかちょっと分かんないけど、突然ですが私は今過去にいます。え？と言いますも、言いますのも普段私はバイト先への勤務中や帰りの道中、 YouTube に投稿されている三人称雑談放送の動画を聞いているのですが、あ、このお便りを書いているお便りを書いている2019年5月28日現在。あー、まあ、まあ、そうね、範囲内だね。範囲内だね。まだ1年経ってないもんね。うん、2019年5月28日現在に2017年9月7日に投稿されたサニショ雑談放送171回までしか視聴できていない。うん、なるほど。もうどういうことだか分かんない。複雑になってしまう。時系列が。すごい複雑な、なんか、ミステリーだね、これ。ミステリー。うん、
映画を見ているようでしょ。難しいよ、うん。なのでこのお便りがお三方の目に入り、万が一雑談放送内で紹介していただいたとしても、うん、私がそのことを知るのはまだ遥か先の話になります。いつになるんだ、いつになるんだろう。難しいね。これも本当に難しいね。時間軸がもうひん曲がっちゃってさ、もうすごいことタランティーノみたいになってるから、ね、もう分かんないね、もうね。面白いな、何これ。しかしながら、この先も待ち受けるアバタの、うん、雑談放送の動画の先でこのお便りが紹介されてるかもしれないと思うと。あんたもごめんね、あんたごめん、これからも皆さんの奇跡をたどる上での励みになると考え、このお便りを書いています。嬉しいね。まだ教えてないでほしいわ。いいとこまで来てそうだけどな。どうだろうね、聞いててほしいな。まずそれよりも先に聞いててほしそうだね。聞くのをやめていないでほしいな。追いつかれてたら終わりだね。そうだね、あ、読んでくれなかったなみたいになるかもしれないしね。ちょっと本当に気づいてほしい、うん、2年後ぐらいに気づいてほしいわ。本当だね、うん、あ、読まれたっつって読んでくれましたねって言ってくれましたら、でもさらに2年後だぞ多分、うん。ここから本題なのですが、うん、私はとても影響を受けやすいたちで、はあはあ、友人の影響で FPS をプレイするようになり、三人称の動画の影響でオーバーウォッチを始めました。おお、2019年だからね、うん、19年か。そこで質問なのですが、お三方は自分以外のメンバーに影響されて始めたなどということは あるでしょうか。自分以外のメンバー、うん、だから俺だったらドンさんペイさんみたいな感じかな。いや多分あるような気がするけどな。結構いろいろあると思うけどね、まあ、ゲームじゃなくても口癖とかさ、はい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 、うん、なんかこういう行動を取ると面白いみたいなのって結構影響受ける。ああ、まあ、あるある、ね、あると思う全然。だからまあ、知らず知らずにその影響されてんじゃねえかなと思うけどな。そうだね、うん、俺も昔こんなにバカじゃなかったはずだから。いや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 、確実に二人の影響で、いや悪い方向に。いや、バカだったよ。ずっとバカだよ。ずっとバカだよ。いや、そんなはずはないんだ。もっとなんか賢いみたいな。でもね、標準さんもそれ同じこと言ってたな。あれは昔からバカだったじゃん。あいつ昔からバカじゃんか。なのに俺となんか仲良くなってから一緒になんかゲームするようになってバカになったって言ってるんだよ。あ、本当？あいつも同じこと言ってる。汚ねえよな。いや、それは嘘だよ。あれは出会った時からバカだった。バカだったから。そう。だから鉄道さんもそういう。鉄道さんもそうなんですよ。嘘だ。いや、ずっと一緒だ。はずはないんだけど。なんかのタイミングであれだよね。スイッチが入ったのか。だからその瞬間にもう影響を受けすぎてバカになっちゃった。いやバカは持ってたはずなんだよ。うん。バカじゃないくしっかりした賢いネジがギュッて閉まってたのに、だから二人がギュギュギュってやるから、俺をギュギュってやるから、やってねえんだよ。ガタガタってなっちゃって、ある瞬間にパンって。いや、自分で取ったんだって。自分で取ったのよ。違うはずなんだけどな。頭よく行きたいよ、もっと。もう頭よく見せたいよ。もう無理です。もう無理です。無理だよ。残念だよ。鋭いキャラでいきたいわ。もう無理か、うん、方向転換できんかもできんですよもうか。まあだからそういうもんじゃない、やっぱね。そういうもんじゃないかな、どっちへの。だからいいことだと思うんだけど、でもね、その影響受けたらよくないみたいなちょっと人もいる風潮とかあるかもし、うん、あるような気がするんだけど、うん、ああそうね。だからね、いいと思うんだよね、変わっていいと思うんだよね。だからね、その信念とかも、うんうん、なんか曲げずにいるのが素晴らしいとかもあるかもしれないけど、美学はあるよね、そういう、うん、いやでも全然こっちの方がいいなと思ったら変えていいもんとか思うし、ね、全然いいと思う、うん、時代ですよ。エレプロさんは変わらず、そう、出会った時から変わらず変態だったね。出会った時から手錠跡がついてたんだけど。テッドさんが。おやって思ったの、ね。テッドさんが変えた。テッドより変わってないんだけど。変わってない。イメージを変えた。テッドさんが、イメージを変えたの。周りの人のイメージを、勝手に書き換えてるだけなんだよ。書き換えてる。これが風評被害っていうのね。本当に賢くなった。全然だって、あの人は本当にね、大先生って言うぐらい、ね。変わってないね。変わってない。仏みたいな人だよ。相変わらず、うん。なのになんか急に手錠かけられて、手錠かけられて。で、マスクをされている。それで寝てるとか言って。ダメなんだよね。想像するとマジで甘すぎる。マジで面白い。ピ
タッと来るもんね。ピタッ来ない来ねえんだよ。来ねえからやべえんだよ。来ねえのか。みんな来てねえのか。来てねえんだよ。うん、本当に顔知ってるとやばいんだよなこれ。そう、そうだね、うん、早く停車しろって隣つけてでもそれを本人の横で言ってさそうだ、ね、あの人もあの人でニコニコしてる。いや怒んないんだよ本当に。あの人本当にだどこまで行けるのかなってチキンレースみたいになってきてるよね今。チキンレース今チキンレース待っただ。結構アクセルふかしてるけどまだなんか大丈夫みたいなもう道ないはずなんだけどね。地面には壁だと思ったけどね、壁の方からこう下がっていくから、うん、まだいけるぞみたいな。ほんとダメそれ俺感じ。ほんと弱いそれにドンさんがまたハマるからさこれに。いやマジだよ。ドンさんも良くないよね。いやいやいやバイク押すんだもん俺のぐいぐい押してくるからさ。あれはいかん本当に。ああ面白い。続きまして、はい、どうしようかな、どれがいいかな。結構まだいっぱいやってあれなんだけど、うん、あおごりさん、女性の方。はい、あおごりさん。大将の方、こんばんは。こんばんは。こんばんは。いつも動画楽しく拝見、拝聴させていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。私事ですが、今年の大学受験に合格をして、春から大学生になります。あ、うん、これでも去年の話ね、でも多分。あ、なるほど。おめでとう。おめでとう。じゃあもう2年生。2年だ。2年生になるのかな、だから無事にやっていれば。2年生おめでとう。うん、ですが、私は高校を中退しており、その後フリーターを経て2つ下の学年に入ることになる。ああなるほどなるほどなるほど。高校を辞めてフリーターをやって、その後大学に入ったの。これ偉いね、やっぱりね。偉いね、うん、よく勉強していこうって気になったな、ね、すごいねそれは。そこで主に鉄道さんにアドバイスをいただきたいのですが、うん、あれ、大卒の方が就職の幅が広がると思い大学に入ることにしました。ああま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 あ、往々、ね、にしてね、まだまだそういう時代なのかもしれないけど、うん、周りと年齢に差があることはあまり気にしてないんですが、うん、高校3年間すら続けられなかった自分が4年間大学を続けられるかどうかとても不安です。ああでももう1年続いてるわけでしょ、うん、多分ね、多分ね、可能性としてはね、うんうん、もちろんちゃんと続ける決意をして受験をしましたが、うん、さらに人生の先輩であり約5年ほど大学に在学なさっていた鉄道さんに、うん、私がさらに頑張れるような続けられるための助言をしていただきたいです今1年前、今でも平気続いてるかな今でも平気1年前のその子に、そうだね、メッセージ言ってあげようよ。まあでも今もし続いてたとしても伝えられるメッセージは、大学2年で初めて、俺は大学2年終わった時に浪人するって決まったから、うん、ああじゃあまだあそうだ、気を抜くなってことだね。ああなるほどね。1年終わったごときで、そうそうか、ちゃんと単位を取りましょうっていうこと。そう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 、大変ね、ちゃんと単位を、単位ってねちゃんとやってれば取れると思うから普通にしてれば、普通にしてれば取れる多分。割と余裕はあるのかな。まあ大学の学科にもよるけど、それこそすごい難関大学のなんか難しい学科みたいな、なんかついていけないとかっていうのもなんかちょっと聞いたりもするよね。東大のなんだろうね、なんかなんとか2かみたいな、なんかそういうのとかだったら大変なんだろうけど、そうでないところとかだったらまあある程度やることやってればまあ大丈夫だと思うんだよね。どういうところに行かれてるのかにもよるんだろうけど、だからまあとにかくやれることをやっていれば大丈夫だと思うんで。なるほど、頑張りましょうっていう感じかな。頑張って、気を引き締めろってことだね。でも本当中退からの大学って偉いね。偉いよ、うん、俺だったら絶対無理だ。就職のこととかを考えて行ったってことでしょ。まあいろいろ考えて、この人なりに考えて大学は行っといた方がって思ったんだろうね。すごいな、うん、いい判断じゃないですか。そうなんですね、うん、そうだね。まあでも今は結構いろいろ働き方も増えてきてるからね、うん、大学出てなくてもっていうのもいっぱいあると思うけど、道は、うん、そうだね。ただ道の広がり方として大学を卒業しましたっていうのはまあ一つの、そうね、履歴書に書けるステータスではあるから、うんうん、それはそれであっていいもんだとは思う。
けどね。素晴らしい、頑張っていてくれてるといいなね。そうね。続きまして、はい、タコティッシュフォールドさん、女性の方。よいしょ。佐方こんばんは。こんばんは。素朴な疑問です。おい、男性はなぜおちんちんが大きい方がいいと言うのでしょうか。うん、女性のおっぱいが大きいのに憧れるのと同様なんでしょうか。ただおっぱいは洋服を着ていても大小分かることで、男性は女性の顔よりもおっぱいの大きさで判断すると聞いたことがあります。それによって女性は男性受けや下着選びでおっぱい大きい方がいいと考えている人が多いかと思います。もちろん自己満足もあります。しかし男性はどうでしょう。洋服を着ていても大小分かりませんし、まあ、分かる人は分かる、分かる人は分かるんじゃない、うん、女性は男性の股間を見て判断しません、うん、見れるところじゃないからね最初に、うん、そうだね。でも人によりけりの股間はあるよ。まあ確かにそうだな、うん、ではなぜ男性はおちんちんが大きいことにこだわるんでしょうか。男性も自己満足で大きい方がいいのでしょうか。こだわる、うん。でもまあ子供の頃とかはやっぱりなんか大きいと強いみたいなのがあったり、まあそのやっぱ友達と比べちゃうよね、うん、比べる自由があるよね。あいつはでかいらしいみたいなね、うん、なんか大きいことは一つのステータスになるみたいな、うんうん、そんな見るもんじゃないじゃん、見れるもんじゃないじゃん。そうだね。であんまりこう大っぴらに見、あでもまあこれは性格にもよるんだろうけど、まあ、見せるもんでもないし。そうだね、うん、なんかそういう、まあ、旅行とかさ、修学旅行とかそれこそ、うんうんうん、行った際になんかお風呂でね、風呂で、わお前でかいなみたいになる、うん、なるじゃん絶対に、うん、なるよね。なってた、なってたやつはいた、なってたよね。そうやっぱその時にちょっとステータスになるよね一つ。そう、ステータスにしてる、だからそういうの逆に見ちゃうから、うん、そうなのかなって思うわけよ、その下地も。そうだね、うん、小さき下地もね、小さき下地もが、ね、でも女性もなるんじゃないの、そういう流れの時って。まあなるよね多分。ああまあでもそうなのかもね、女性もだからやっぱ同じなのかな、同じなんじゃないの。でなんかさ、その女性の体験談で、小さかったみたいなさ、あーそうね、聞くじゃない。そうそうね、だからその男性側の意見というか意識としては、小さいとなんかこう楽しくならないんじゃないかみたいな、そうそうそう、そういうことに及んだ時に、そうね、何かこうね、達成できないんじゃないかっていう、うん、ね、こうね、なんか分からなかったなんて言われたら本当だよね、うん、ふうに思っちゃうから、そう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 。まあ、ただ大きすぎるは大きすぎる、なんかね、女性からするとなんかすごい問題があるっていうの話は聞いたことがある。なんか後に後に知ることになるんだけど、それはね、それね、後に知るの。そう、俺も後に知った。俺大学生の時に知ったもんだって。あ、そうなんだみたいな。だからその小学、多感な小学校、中学校時代とか知らないから、知らないね。そうだね。やっぱり大きいことがいいんだろうねみたいな。俺のような存在は。もうダメなんだみたいに思ってたもん俺。ずーっとだから修学旅行でも隠してたし、あのプールの授業とかも着替えの俺すげえ早かったもん。あ、いたわそういうやつ。あのタオルでさ、お母さんに作ってもらったタオルで腰巻きにするやつで、ささっと着替えてたからね。すげえ早さで着替え終わってた俺。あのヤンキーは脱がしに来るからね。そう、あ本気で俺ぶん殴ってたからね。ダメだ。本気でぶん殴ってたから俺。そう、そうなの。だからちっちゃい人はなんかでも人権がないみたいな、そういうふうに思っちゃうんだよね、ちっちゃい人が。そうだね。そう、さっきからその俺の話じゃないよ。デッドさんの話、ごめんごめん、言い忘れたけど俺の話じゃない。デッドさんの話じゃないの。俺の話じゃなくて、俺とか言ったからさ、俺は全然その平均以上なんだけど、全然平均以上だ。あ、うっかりというか、てっきり、あ、違う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 、ぶん殴ってたのも。じゃあ違うってこと。ぶん殴ってたもうわ、ぶん殴られてたの俺が、逆に。ああ逆に、そういうことやっちゃってたから悪かったなと思う、だったのかと思うし、そういう、あ、じゃあちょっと間違えてたのか、うん、いやびっくりした。なんかすげえ自分のことめっちゃ小さい流れで言ってるから。本当だね、全然俺じゃない、体験談みたいだったね本当に。いや全然俺は本当に立派なんですよ。あ、じゃあよかった、みんなよかったって言うよ多分。
なんだよ。別に自分自分だよ。そうなの。だから、なんかね、やっぱ、うん、そういうとこで気にしちゃってるのが大きいんじゃないかな。そうね。大きいっていうのはあれだよ、おちんちんの話今の大きいの。そういうとこがバカなんバカになっちまったバカ野郎なんだよ。そうね、だから悩んでる子がね、いっぱいいると思うな、でもな。小学校とかで人に言えないしさ。ああ、そうだね。うん。言いづらいよね。言いづらい。まあ言うもんじゃねえしな。そうね。そうなんだって。うん。さあ。なるほど。では続きまして、はい、はい、どうしようかな。青さん、男性の方。おーい、谷下さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。結構前のなんだけどこれも1年ぐらい前かな。自分は今定時制の高校に通っているんですが、うん、学校が嫌で通っていません。うん、親には中退して職を探すのかどうしたいと聞かれますが、どうすればいいか分かりません。自分に自信がないです。どうすればいいでしょうか、という、まあ、切実な悩み。切実ですね。いつなんだろうな。もう結果出てそうだな。そうだね。まあ分かんないけど、でもまあこういう風に悩んでる人もいっぱいいるわけですよ。いや、いるよね。うん、自分に自信がない。でも自信がありすぎるよりはいいと思うけどな、ない方が。俺なんて自信がありすぎて方々で失敗してきたからな。あ、自信あった。いや、もうこれはこのあれなら俺はいけますよみたいな。あ、きっと得意ですみたいな。全然得意じゃなかったみたいな。あ、うん、方々で折れてたから、結果自信がなくなるみたいな感じだったけど。基本そんなに自信ないね。基本ないな、うん、そうね。これで大丈夫なんかなっていつも思って、やって、うん、まあでも半々かな。そうね、仕事としてやるって考える。例えば文章とかだとさ、もちろん全然自信ないんだけど、うん、うまく書けてるかとか、うん、ただ反面面白く書けてますっていうのももちろん持って、うん、お金をもらってるからね、これはちゃんと俺が面白いと思ってるものですっていうのもあるし、うん、なんか半々でなんか。うまいこと切り分けてやってる感じはあるけど。ああ、まあ確かにそうか。うん。でも学業に関してはさ、学業に関してはあまりさ、自信を持つところって、うん、点数でしかないじゃん。学業だから点数だよね。点数が良ければ自信が当然あるだろうし、うん、悪ければないだろうし、これはなかったし。なかったな。なかった。点数いつも悪かった。そうだな。学業って。なんかそういう部分で言ってたっていう感じでもなかったからな、学校。そうなんだよね。でも定時制だとね、ちょっとわかんないじゃん。そうだね。定時制だとまたちょっと話が、やっぱ就職とかを目的として、うん、とりあえずっていう言い方もあれだな。なんだろう。まあ通って、資格を手にするみたいなね。そうね。感じなのかな、イメージとして。ちょっと、ひょっとしたら違うのかもしれないけど。まあやっぱ昼間、今は時間がね、空いてるというか、周りの人とかは働いてたりする人もね、いるだろうし、年齢も結構バラバラなのかな、多分だろうね。うん、だからまあそこでね、学校生活勉強以外に何かあるのかっていうのが分かんねえからあれだけど。そうね。うーん、なんだろう。だから高校の時に何がしたいかって言われて、何がしたかったかな。なんかもっと現実的じゃない夢を見てたから、あ、下手すりゃその芸能人とかでもなく、うん、まだ世界を救うとかまだちょっと残ってたから高校生で、もう全然全然世界を救うまだいけるだろうって思ってた高校生で、高校でもギリギリいけるな、まだみたいな。あ、それはすごいね、うん、ぐらいあったから。それはなかったけど、なんかなんとなく、うん、ビジョンも何もないけど、うん、なんかちょっと特別なところに行けるんじゃないかなっていう。ああ、そうね、まだあるよね、高校の時は特別感、自分は音楽有名に、まあ、そう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 、なんかできるんじゃないみたいな。そう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 ね、うん、いいとも、なんかで、なんかしらでいいとも出れるだろうみたいな
好きだからね、鉄道さん、うん、俺いとも出るの好きだからさ、うん、何回か出てんだよね。何回か出て、何回か紹介されてるよ。電話とかもやってるし、何回か。そうだったわ、うん、出てんだよこの人、うん、妄想で。そうそうそう、そうね。だから、ね、それがいいのかっていうとまたね夢があっていいですねっていう感じになるけど、果たして現実的なのかと言われたらそうでもねえし、でも出といた方がいいよね。あー、今となっては方向ね、うん、やっぱ広がるじゃん、まあ、そうね、大人っていつもそう言うとかっていう感じになるかもしれないけど、まあここは出てて損はない。そうね、それは思うかな。うん、まあまあね、うん、別にだからいうーん、あーでもちょっと難しい。いやでもそうだね、出てて損はない、損はない、うん、損はないね。やっぱ今だと結構なんだろうな、さっきもこんな話になったけど、いろんなところからこんなやり方で仕事になるんだみたいなのも結構広がってるから、うん、昔に比べて本当広がってるからね。で、うん、案外遅くてもなんとかなったりする、うん、結構バイトのさ時期が長いくなってきてるような気もするんだよね、昔、うんうん、一時期から比べてまだバイトで大丈夫だみたいな。でそこから何かしらの方法を見つけて就職みたいな形でやっていくっていうのもあるから、期間は長ければ長いほど、モラトリアムじゃないけどさ、なんていうのかね、学業でっていう肩書きでいられる期間っていうの、うん、それこそ大学もそういう感じで行ってる人いっぱいいると思うのよ。とりあえず何もないからまあ大学行ってこうみたいな、うん、あな多いみたいね、うん、でその間にいわば自分で何か好きなんだろうみたいな考える期間が増えるから、うんうん、まあ、就職するとなかなかね、考える時間っていうのもまた他のことで埋まってきちゃってなかなか難しかったりもするだろうし、そうね、無事よね。だからまあ通うのは通ってのはいいんじゃないかな。まだまだ時間はいっぱいあると思うし、アルバイトしててもいいだろうしね。どうなってんのかねそれはちなみにいつ、これいつなんだろうな、気になりますね、どうなったのかは、うん、そうね、こうやってねちょくちょくあるんですよ、こういうのが読めない、タイミングで読めなくてそのまんま埋もれちゃう。まあちょっと大変だけど、両立じゃないけどさ、いやそうね、できるならして、うん、ここは出といた方がいいような、ね、そうだね、資格として、うんこの方は2019年の5月だ、ね、5月の方もね、5月の方頑張っていってほしい、頑張っていてほしい ね、1年続けれましたみたいな、ね、続きまして。はい。すごいな。卵まぜまぜさん、女性の方。卵まぜまぜ。どうぞ、ペサペサさん、こんばんは。はい。ラジオに初めてお便りを送らせていただきます。卵まぜまぜです。はい。今回お便り、ちなみにこの人いつなんだろうな。これも古いやつ。あ、これも、あ、なんか、続いてるな、2019年5月だ、この人も。あれこの時期、なんかあったか？なんかあった。突然、読めないくなった時期だったのかな、うん、なんか盛り上がりすぎちゃってみたいな。あーあるかもね、うん、今回お便り送ったのは鉄道さんに感謝の気持ちを伝えたいと思ったんです。あら、去年、去年にということかと言いますと、私は、鉄道さんもといい斎助先生の影響で数ヶ月前からウェブ小説を書き始めました。おー、あらー、なるほど。今結構発表する媒体いっぱいあるからね。そうなんだ、うんうん、ナロー系と呼ばれてる小説家になる、書く読む、他にもディスカバーもなんかやってた気がするな、ちょっと名前忘れちゃったけど、そこは忘れちゃうの、そこは忘れちゃう、一番大事なところなんです、一番大事なところなんで、幼い頃から物語を書いてみたいと思ってたんですが、なかなか時間がなかったり、どこか恥ずかしかったりと、なんだかんだ言い訳を見つけてしまい、ずっと夢のままでした、うん、ですが斎助先生の素敵な小説に出会って私もやっぱり書きたいと思い、うん、改めて思い、ウェブ小説という比較的始めやすいところで物語を書き残し始めたのです。いいですね、うん、そしてつい先日、まあ、先日って1年前本当1年前だと思う多分それ、うん、とある出版社様からの書籍化が決定しました。あら、あれじゃもう出てるんじゃない、出てるね、多分ね、出てるね、ひょっとしたら並んでいるね、書店に。あ、そうなんだ、とっくに並んでるね、とっくに並んでる可能性もあるね
まあでも直しとかでね、結構時間がかかる場合もあるから分かんないけど、うん、正直自分の拙い作品がこんなに評価されると思ってませんでしたので非常に驚き、また嬉しかったです。わあ、私に新たなステージをくださり本当にありがとうございました。わあ、そうなのね。あっか仲間がいるな。じゃあ焦っちゃうんだよ、焦っちゃうんだよ。そうなのよ、なんだかんだね書けるのよ文章。みんな文章は書けなくても面白い物語はね考えられるの。一個は、一個はそう、これね俺の持論なんだけど、ほうほうほう、みんな絶対一個は面白い話が書けると思う。ほうほうほう。だからあとは書くか書かないかとか、書き方を知ってるか知らないか、なるほどね、の問題なん、あと書き終えるか終えないかの問題なんじゃないかなと俺は踏んでる。なるほど。そう、みんなとりあえずやってみたらいいと思うんだよな、もったいないから。へえ、なるほどね。なるほどね。頑張ってますね。素晴らしいね。頑張ってる方は嬉しいですね。この子どうなったのかな。ねえ、どうなったんだろうね。実は出せませんでしたみたいになってる可能性もまあ、可能性もあるよね。わかんないよこれは。連載してんのかな。わかんないねそれもね。鉄道さんみたいな書き方じゃないわけじゃん。そうだね、ウェブ小説、まあウェブ小説の形態にもよるけど、ナロー系とかだと、うん、なんか続くみたいな感じでさ、そうそう、どん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 次続いていくみたいな、うん、終わらせないパターンももちろんあるし、なるほどね、こ、うん、ういう感じで、ね、続編みたいなね形でやってる可能性ももちろんあるし、まあそれは人それぞれだと思うけど、分かんないね。頑張ってていてほしい、ね、そうだね。どうだろう、1年前だからこいつ全然読まねえじゃんみたいな可能性はあるな、なってるかもしれないし。ではちょっとだけおまめちゃんを紹介して終わりましょう。お願いします。おまめちゃんっていうのは皆さんが知ってる豆知識を教えてもらうというコーナーですが、本当にやってるかどうかわかんないので皆さんで調べてください。おーい、はい。ツーノックダウンブローの受付さん、女性の方のおまめちゃん、最初は皆さんこんにちは。こんにちは、こんにちは。私が紹介するおまみちゃんは、いいシャンパングラスの底には傷が入っているです。ほう、うん、うん、あんま聞いたことないっすね。ピカピカなものじゃねえんだね。うん、これは炭酸飲料の泡立ちを一定にするもので、下から上へ美しい気泡をお約束しています。へー、そうなんだ。お約束されてる。あー、なるほどなるほど、そういうことか。実は結婚式場でアルバイトしていた時代があり、そこでいたおまめちゃんはカズシです。うん、ありそうだね、めちゃめちゃ。なんかあるだろうね。ちなみに乾杯はワインでもなくビールでもなく、なぜシャンパンなのか。うん、確かに最初シャンパンついてるよね。ついてる。なんでかなんて考えたことなかったな。ウェルカムシャンパンみたいな、なんか、あるある。飲めないのに継がれることよくあるわ。あんまりそう、俺も好きじゃないんだよね、シャンペーンは。これは本当かな。パチパチと美しい泡の立ち方を想像してください。ほうほう。まるで式場の天使たちが拍手でお祝いしているように聞こえませんか。いや、いやー、まあでもそう考える人はいそう。まあいそうだね。うん、まるで天使たちが拍手してるみたいじゃない、シャンパンズーみたいに。いや、言うんだよ。言うの？言った人がいるんだよ。いるんか。シャンパーニュ地方の人が行ったんだよ多分。ほんと、シャンパーニュ地方か。それでシャンパンっていうのが多分決まってったのかな。シャンパンでパチパチしようってなのかな。いや、この人が言うにはそうだって言うよ。ああ、そうなんだ。へえ。まあ諸説はあると。あ、でもありそうだね。説はあるけども、微笑ましいおまじゅんとして心に留めていただければ幸いです。なるほど。あ、確かに。なんでシャンパンなんだろうとは思わなかった、ね、なんかシャンパンってそういうもんなんだ。俺もそういうもんだった。逆に、うん、逆にそういう認識だわ。なんかおしゃれなやつ、お祝い事とかで、そう、基本的には飲む、なんか格式があるというか、なんかそういうところに出すやつみたいな。うん、乾杯用なんだよみたいなね、うんうん、イメージだった。こういう感じのものだと思ってた。意味があったんだな。ちゃんとあるんだな。逆に思ってたのかもしれないし、まあ本当かどうかわかんないので、うん、皆さんも調べてくださいと。なるほど、はい、いうところで本日は以上です。はい、はい、動画見てる方、下にあります概要欄、すべてのお便りはこちらというところからメール送れますので、うん、ぜひとも送ってください。お願いします。なんかありますか。
特にないけど、まあトークイベント延期に関する、後ほどというか、まあ動画になってたらもうされてると思うんだけど、はいはいはい、ツイッターで、まあ、前回紹介したね、サニーショップのページの追記、ちょっとあって載せてるんで、はい、まあ、関係されてる方はご一読いただければなと思います。間違って会場行っちゃう人いないよね。いやー、そう、ちょっと怖いんだよね。怖いよね。まあ、一応、E プラスで買った、人、ファミリーマートのなんとかなんとかだと届かないかもしれないけど、検索して、だと届かないけど、 E プラスから買った人にはなんか全員にメールが行ってるとは思うんだけどね、延期しましたみたいな。なるほど。そういうお話ではあったんだけど、ちょっと どうなのかな、ドキドキっていう感じ。切ないよね、行って何の気配もないというか。そうだね、なくいてほしいけどな、ちょっとドキドキしますね、それに関しては。どんぐらいかな。はい、じゃあそちらよろしくお願いいたします。はい、というわけで三人称雑談293回以上となります。はい、それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。